はい、皆さんこんばんは。今日もお家で J リーグ始まります。ゴールデンウィークになりましたけど、あんまり外に出れないけど、皆さんお元気ですか？今日も我々と一緒に楽しんで、2007年のこれは最終節ですね、鹿島対清水、この試合をみんなで一緒に楽しみましょう。はい、皆さん、視聴者の皆さんこんばんは。原さんこんばんは。はい、こんばんは。さあ、今日も始まりました、原さんと一緒におうちで J リーグ。うん、4月18日と25日に続いて、今回第3弾として2007年の J1 リーグ第34節、最終節ですね、鹿島アントラーズ対清水エスパルスの試合をみんなでダゾーンで見たいと思います。何も連絡来ないから今回ないのかと思って。すいません、ちょっとあのゲストの皆さんの決定に少し時間がかかっちゃいまして、はい、情報公開が遅れてしまいましたけど、結果的には皆さんいいメンバー集まったよね。そうですね、今回もゲストの方々、豪華な方々に来ていただいてますけども、はい、原さん、あのこの2007年って、うん、FC 東京の監督でしたよね、原さん。監督に一回最初やって戻ってたんだよ、この年。でもなんかあんまうまくいかなかったんだけど、あ、そういう辛い思い出はあるね、俺自身は。なるほどです、ね。だけどこの両チームとか、特に鹿島はやっぱり勝負強かったし、はい、まあ、エスパルスはこう長谷川健太監督になって、こうだん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 こう力をつけていく、ちょうどそういう時だったんじゃないかな。あ、うん、結構印象にあります、鹿島と清水っていうのは。あるね、あるある。でもあんまり下のチームのことを気にしてられる状況じゃない感じになったんで。なるほど。そういう年だったな、この年は。ですね、うん、はい、では早速、はい、今日も豪華なゲストの方が、ね、来ていただいておりますので、登場いただきたいんですけども、はい、今回もあの当時両チームの選手としてプレーされていた方々に来ていただいております。はい、まあ、早速皆さんに一斉にご登場いただきたいと思います。どうぞ。出れるか？お、出たね、みんな。はい、皆さんこんばんは。こんばんは、皆さん。こんばんは。よろしくお願いします。なんか懐かしい顔もいっぱいいますが、よろしくお願いします。はい。お願いします。じゃあ紹介しよう、はい、これから。はい。で、まずはそうだね。じゃあ鹿島、ホームは鹿島だから、鹿島の青木から行くか。青木。はい。元気？はい、元気です。今何月だよ。はい、都リーグの南葛 SC というところでまだサッカーをやらせていただいてます。やってるよね、元気だね、はい、あれちょっと前まで熊本にいた時あったよね。2018まで熊本で、去年2019から南葛 SC でお世話になってます。ああそうか、はい、あ、去年は福西監督でだったからダメだったのかな。いや、そんなことないですねそれはちょっと言えねえな。まあ、あの今年ね、まだ再開しないけど、あの再開したら、あの都リーグから関東リーグに昇格をよろしくお願いしますね。今日よろしくね。はい、よろしくね。はい、じゃあ次は鹿島の石上さん行くか。石上。石上です。はい、お願いします。今どこってんの？平方？今1部リーグの FCT 山平方というところでプレーさせてもらいつつ、ちょっとすごい後ろ気になってると思うんですけど、このレイボーラっていうサッカーのサイトも運営しているので、ちょっと。あ、そうなんです。いつから平方行ったの？平方行ったのはいつから？あ、そうか。あれ、監督、小川が監督になったんじゃなかった？新潟にいた。そうです、そうです。あ、彼はほら選手会の副会長もやってたんで、ね、よくミーティングやってたから、賢い感じだよね。そうですね、もうなんか僕はどういう感じなのか最初イメージなかったんですけど、監督も、うん、そうか、まあ頑張ってね。面白いんですけど、すごい雰囲気。今日よろしくね。お願いします。はい、あとは増田だ、イケメン増田。増田いる？増田さん固まっちゃった
てる。増田飛ばそう。はい。テストの時にもね、増田さん固まっちゃったんですけどね。固まっちゃうんだ。大事な時に固まっちゃうんだ、増田さん。だから、じゃあ、清水川行こう。はい。清水川は、じゃあ、順号から行くか。はい。はい、順号。元気か？久しぶりです。元気です。何やってんの、今は。いや、フリーなんで。フリーか。あ、そうか。まだ決まってなかったんで、ね。はい、あ。まあ、だから続けるか続けないか考えてます、まあ。考えたりしてる？あ、そうか、はい。さっきなんか、どっかのチーム行こうとか行けるとかなんか言ってたよね。まあ、こういう状況始まったらまたいろいろあるかもね。そうですね。はい。よりタイトになってくる可能性あるから、まあ、準備はしといた方がいいね。やっぱりね。準備しといて。始まれば、再開したときにこうすぐ動ける準備はしておいて、なんかまたあるかもね、チャンスね。一応準備だけはしときながら、まあ、やれるかやんないかを決めたいなと思います。ああ、お父さんは元気？ああ、相変わらず、はい、お世話になってます。順吾のお父さんはさ、昔のあの NK だよな、日本交換な。はい、よく走んだよ。口も喋るけどよく走るっていう。順子とは全然違うタイプだね。どっちかっていうと岡崎タイプらしいですね。そうだね。よく動いたんだ。はい、何しろ口が動いた。もう相手チームが黙ってプレーしてみたいな感じぐらいよく動いたって。まあ、だけどそこから順子みたいなのが子供が生まれてくるのがちょっと信じられない感じだったよね。そうですね。多分。自分みたいになってほしくなかったんじゃないですかね、親父が。お父さんによろしく言っていて。はい。はい。じゃあ、あとは誰だっけ？テルか。テルいる？はい、こんばんは。おお、テル。元気か？元気です。元気だけが取り柄なんで。なんかもう仙人見たくなってんじゃないの？サッカー界の仙人だろ、もうだってさ。いくつになったの？45です。45です。45か。すごいね。すげえな。どうしてんの？あの沼津は。沼津もまあ、個人個人で練習してるっていう感じ？もうそれぞれです。そうだよな。今はまとまってはできないもん。はい。はい、なんか、偉いな。まだまだ選手をやってるっていうのは。いや、そんなことないです。でもやっぱ、プレーしてるのが楽しいんで。なんかな、楽しそうだもんな。プレーしてるのな。エスパルスって言えばいつもいたよな、テルな。なんでいつもいいんだろうっていうくらい怪我もしなきゃさ、ずっとやってたろ、試合。まあ、大きな怪我はなかったかもしれないですね、はい、あんまり。そうだよな。はい。まあ、今日はテルの喋りあんまり期待はしてないから、逆になんか喋ってくれたらすごく嬉しいなって、はい、多分、ファンの方は思うから、テルがいっぱい喋って。でも、こういうのでやるの初めてなんですよ。だからね、今日、はい、打ち合わせにテルが来ないって、はい、あのみんな焦ってた、ガッツリ焦ってた。どうやっていいかがよく分からなくて。そうなのね。まあ、入ってくれただけで奇跡に近いから、はい、もうそれだけでありがたいわ。はい、ありがとうございます。よろしくね。お願いします。はい。じゃあ、矢島行くか、矢島。はい、こんばんは。はい、こんばんは。はい。今はフロンターレ。ね、今はフロントアレのジュニア教えてます。で、5年生ですね、担当してるのは。ああ、5年生か。はい。スクールはまあ当然だけど、今はやれないもんね。そうですね、もう2月の末から、学校休みになったタイミングからずっと休んでますね。うん。この試合はスタメンだったんだよな。そうみたいですね、公式記録見て思い出しました。なんかさ、すごいいいと思ったらよく怪我してたよな。大事な時だね。なあ、怪我に流されたことしかないですね。なあ、まあだけど、この当時の思いを今日はいっぱい語ってね。あ、はい、思い出しながら見ます。まあ皆さんとね、話してもらって、あれ、誰だっけ？あ、増田さん復活しました。あ、ごめん。お、増田、おお。増田、ああ、つながってるよ。ああ、すみません。はい。よろしくね。というか、相変わらずイケメンはイケメンだな。え？正面と下があるの。
あれちょっと2つ入ってるな。2つ入ってる。ちょっと待って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 。大丈夫。はい。どちらも大丈夫ですよ。調子いい方でやってください。大丈夫ですかね。そう。で、今は今は何やってんの、はい、今何もしてないです。あ、ちょっと前まで、はい、旅行行ったりして。あ、そうか。これからはい、なんかさ、俺はなんか相手チームの監督だったけどさ、増田のそのなんかこう、はい、そのイケメンのプレーでさ、なんかいやらしいとこどさっとついてくるのがさ、それでさ、体ほとみでさ、弱そうなんだけど、意外と強いんだな。それのフェイントにやれてるっていう印象は俺ある。強くないですけどね。そうなの、あんまり強くなさそうで、結構強いからさ。いやだった、ね、いや青木さんの方が強いですよ。青木はだって強そうに見えて強いじゃん。それは分かりやすい。どっちキャラだったじゃん、どっちかっていうとね。ああ、でもさ、当時あれだよね、まあ、今日試合の中で話してくれればいいけど、鹿島のその中盤の競争、小笠原もいたし、中田浩二もいたけど、はい、大変だったね。そこで出るっちゃ、もう代表に入ると同じくらいの感じの競争のレベルっていう感じだよね。そうですね。もう逆に言うとかなりいい環境だったなと思いますね。うん、まあそうだな。で、その後あれでしょ、うん、なんだっけ、韓国も行ったよね。一番似合わさ、似合わなそうな韓国に結構行ってたじゃん。そうですね、はい。行かせてもらいました。どうだ ?Kリーグは面白かった。Kリーグはちょっと危ないですよ。激しいです。激しいよな。SL とかでもね。はい、まあじゃあそういう話とかも今日あのね試合の中でいろんな話ができればそういう話も K リーグの話もしてもらって、はいはい、これで皆さんは紹介したか。はい、ありがとうございます。で、まあ、この原さんと一緒に落ちる J リーグなんですけども、出演者の皆さんこうやってご自宅からの配信となりまして、でかつ今これ夕食時なので、いつもご飯を食べたり飲みながらとか飲み物を飲んだりしながらリラックスして配信していきたいと思います。なのであのこの YouTube の視聴者の皆さんも一緒にご飯食べながらとか飲み物を飲みながらとか、しながら視聴いただければと思っています。で皆さん、ゲストの皆さんもお手元に食べ物とか飲み物ありますか？何かあるよ。どんなのがありますか？見せてください、視聴者の皆さんに。あ、飲み物？ビール。あ、ビール。え、青木さんそれ何ですか？青木さん何ですかそれ？これカフェオレみたいなあの近所のコーヒー屋さんです。へえ。近所大事にしてな今な。近所な、ご近所大事にしてね。はい。でここでということで乾杯を一度皆さんでしたいと思いますので、原さん乾杯の温度お願いします。俺やる？原さんご指名でもいいですよ、どなたか。じゃあ青木やってよ、そのご近所を大事にしながら。ご近所のそれでちょっと待っております。いいじゃないですか、伊藤テルさんで。あ、テル行くか。それは勘弁してくれ。それは勘弁してくれよ。テルさんお願いします。テル、テルに、テル頼むわ。テル、僕じゃちょっと無理ですよ。役不足です、僕じゃ。大丈夫、大丈夫。そのくらい大丈夫。はい。何飲んでんの、テルは。僕、お茶です。お茶か。いいね。はい、じゃそれで乾杯したで。はい、じゃあ今日は楽しくいきましょう。はい、乾杯。はい、乾杯。乾杯。視聴者の皆さんも乾杯。はい。はい、ね、今日は暑かったからね。暑かったよね。大阪も暑かったの、石神。暑かったですね。初めて半袖で事務所来ました。そうだよね。今日はもう東京も夏みたいだったよ。そうなんですね。外へ出たいけどな。確かになんか走ってこう汗かきたいなって気分にはなりましたけど。外には出てないの？今は。そうですね。基本的に外でトレーニングとかはしてないですね。家の中っていう感じか。はい。テルはどうしてんの？テルとかは、はい、首都圏ほどさ、人口は多くないだろうか。はい。なんだろう、こう、
近くの河川敷とか公園行けばそんなに朝とかだった、夕方だったらそんな人がいないから、そういうとこで走ったりとかしてんの？僕はもうその辺の道走ってます。だろうな、あんまそんな密になんないだろう。だってなんないです。だからその辺の道だから人にもそんなに合わないですし。ああ、じゃあ大丈夫だね、はい、みんなもテルが来たって避けてくれた。テルさん山行ってますか？だから今は山の方もちょっと遠慮してるんですよ。遠慮というか行けないなと思って。あ、山登り好きなの？好き、まあ時間があれば行きたいんですけど、なかなか休みも多くはないんで行けないんですけど。ああ、そうか。はい。すみません、ここで一個、皆さんにご案内をさせていただきたいんですけども。はい。はい、お時間ください。一つ YouTube 視聴いただいている皆さんにご案内させてください。原さんと一緒におうちで J リーグなんですけども、今日で3回目ということで、視聴者の皆さんがこれを楽しんでいただけているのかとか、どんな環境でご視聴いただいているのかとか、この企画についてのご意見とかご要望をいただいてですね、今後のサービス向上に役立てたいと考えています。そこで簡単なアンケートを今回作成しております。でアンケートはこの動画の説明欄下の方に、記載している URL からアクセスできますので、ぜひ3分ぐらいで終わる簡単なアンケートになっていますので、視聴者の皆様にはですね、この生配信終了後にご回答いただきたくお願い申し上げます。で皆様の声が今後のサービス向上に役立ちますので、ぜひよろしくお願いします。アンケートの URL この動画の下に入ってます、説明欄ですね、入っていますので、生配信終了後にぜひご回答お願いします。はい、以上です。すみません、はい、お願いします。はい。で、今日の試合、みんなで見る試合について少し触れたいと思いますが、原さん、この2007年の J1 リーグなんですけども、アジアカップが途中であって、中断期間があったんですよね。アジアカップか。はい。で、浦和レッズが中断明けから調子を上げてきて、しばらく終了と。取ったの半年だよな。あ、そうですね。で浦和がしばらく首位を独走していたと。で、今日の鹿島はそれをずっと追う形だったんですけども、シーズン後半の方になって浦和がつまずき始めて、鹿島との差がどんどん縮まっていったんですよね。うん。で残り2試合となった33節で浦和対鹿島の直接対決が行われて、鹿島が勝ったんですよね。これギリギリというか、人がもう浦和がそこで勝てば浦和が優勝だったんでしょ。はい、多分。そうだな。で鹿島が勝ったんですね。この時確か2人退場だったかな。はい、ですよね。9人で浦和に勝った。で勝ち点1差となってこの34節の最終節を迎えているという背景があります。青木さんに伺いたいんですけども、はい、このシーズンの鹿島ってどんなチームでした？オリベイラ監督になって、最初の年だったと思うんですけど、まあ、シーズン最初はなかなか勝てなくて、確か5試合ぐらい勝ちがなかったんですね。ただ徐々にチームが仕上がっていって、でまあ、後半戦に向けて、上がっていったっていうシーズンだったと思うんですけど、ただその浦和レッズ、首位の浦和レッズとの勝ち点差は一時期かなり開いてしまってたと思うんですけど、まあ、自分たちが優勝するためには、まあ、残り、7試合8試合ぐらい多分全部勝たなければいけないような状況だったんですけど、まあ、それがこの最終節を迎えるまでに確か7連勝だか8連勝ぐらいで、まあ、最終節まで、行って、で最終節も勝てば優勝の可能性があるっていうような状況だったと思います。はい。でそして清水の方なんですけども、この年清水エスパルスシーズン4位で終えているんですけども、藤本さんに伺いたいんですけど、清水ってこの年どんなチームだったんですか？はい、そうですね、フェルナンジーニョが来て確かシステムがダイヤモンドになって、そうですね、はい、で
めちゃくちゃきつかったイメージあります。テルさんがワンボランチで、テルさんがスライドしたところにサイドハーフ、僕とか兵頭くんとかが真ん中に戻してってやんなきゃいけなかったんで、サイドがきつかった。サイドきつかったですね。チームとしては、なんかこう大事な試合でちょっと取りこぼしたり引き分けになって、であんまり上位に絡めなかったっていうかイメージはありますけどね。なんとなく。はい。でも楽しかったです。みんな仲良かったし。うん。なんかあれだよね。ケンタでほら最初に監督になった時がこう大変だったけど、この辺りからこう どんどんこう若くて兵頭とか、まあ、順吾もそうだしさ、岡崎なんかもこうやって出してきて、はい、ここら辺からこう上がっていく、そういう時だよね、この年ね。そうですね、その世代交代っていうのか分かんないですけど、そういう、うん、まあ、僕も2年目ですし、あ、まあ、ヤジと同期だからヤジも2年目だし。ああ、そうか。はい、でもテルさんとかどっしり構えてくれて、和道くんが真ん中でとか、西部くんがキーパーでとかで、こうバランス的にはすごい良かったと思いますけど、うん、テルじゃなきゃできねえだろ、ワンボランチみたいのはな、なかなかな。そんなことないっすよ。え、テルが黙々やってっからさ、なんかいねえと思ったらいるんだよ、ずるいんだよな、テルがな。テレからいないと思ったらいつの間にか出てきてさ、あれいたんだみたいな。そう、相手の監督から見たらもう一番なんか嫌だよ。いないと思ったら どこにいたんだみたいな。そう言ってもらえると嬉しいです。そう、でも確かに順吾とか兵頭がすごいこう絞んなきゃいけなかったよな、はい、それは結構大変だったんだろうなと思いながら、でもまあみんなあのボールが持てる選手が多かったね、中盤ね。そうです、まあ、フェルがドリブルで結構持つタイプだったので、ああまあ、フェルに合わせた感じだったのかなと思いましたけど。ああほら、なんだっけ、カチマはさ、小笠原がさ、俺の記憶が正しければさ、小笠原、あんまり最初調子良くなかったけど、小笠原がイタリアから帰ってきたの、この年じゃなかった？そうですね、夏ぐらいに確か帰ってきて。そうだよね。そうだよね。そうです。そうだよね。だからそれで帰ってきたら、小笠原もなんかあのやっぱりなんかこう向こうでいろいろ大変な経験もして帰ってきた、さらになんかこうスケールアップしてたみたいな感じで、そっからもう負けないよみたいな感じでグワーっていった感じの印象はあるんだけど、それは合ってるよね。もう水尾さん帰ってきた時半端じゃなかったですね、もう。何が？なんかもう球際とか、まあもともと強かったと思うんですけど、その奪い切る力がなんかイタリア行って増して帰ってきたような感じですね。そうそう、それは覚えてる。あの俺2006年、この前の年はちょっとあのフリーっていうかさ、解説やってたから、そのレッチーナとかの試合も結構やってて、小笠原力あるんだけど、最初の頃ってもうパスも出てこないし、うわこれはやりにくいなと思ったけど、結構そういろんな経験してさ、あのたくましさっていうか強さはもう格段になんか強くなって帰ってきたなっていう印象あるよね、うん、青木は どうなの、その増田がいたりさ、中田浩二がいたり小笠原がいたりさ、中盤いろんな選手とやってきたじゃん、はい、そのそういろんな人とやるとき、それぞれにうまく微妙に違うよね、ポジションだったり、そのそ、ね、なんか確か2007年は中田浩二さんも多分海外に行ってていなかったんですよ。ああ、そうか。いなかったな。そうだ。行っちゃったな。中吾がいて、中吾。あ、中吾が入ってきた頃か。中吾も試合に出たりしてたんですけど、で、うん、そうですね。で、僕も、まあ、最後の方は出たんですけど、多分試合に出ない時期もあったりとかして、その時誰だったっけ、ボランチ誰でしたっけ、中盤最初は青木さんと中吾さんじゃなかったでしたっけ、この2人だっけ、松田は覚えてない。しかし前目やってなかったっけ。しかしはそう、前目だよね、前目じゃない、そうかもしれないですね、まだ最初の方は。
川合さんの方はそうだよな。だけど真ん中もやってるのもあるよな。はい。まあいろんなポジションありますね。そうだよ。それであの時々なんかいねえと思ったらすげえシュート決められてさ、なんだこいつって思った記憶は俺は。どうか。ちょっと韓国の話してよ、今日な、試合の中でな。韓国料理何なんかみんな興味あるんですかね。あるある。韓国料理あるある。韓国料理。何が美味しいの韓国。韓国料理も何でも美味しかったですよ。辛いものばっかりじゃないんで、意外といけますよ。ああ、そうか。はい。よろしくね。今日いっぱい喋ってね。お願いします。はい、そろそろ。この試合スタメンでしょ？石上この試合。僕はい、ね。ほとんどはゲームかかんなかったんですけど、あの。ね、俺石上の記憶はさ、あれここ鹿島でよりもなんかセレッソで結構出た時あるよな。そうですね。2007、2008は鹿島にさせていただいて。2009年からセレッソに移籍して、そうだね。ゲート出させてもらいました、2009年は。そうだよな。はい、セレッソでなんかそうね、あのなんかこう、合ってたっていうような印象がすごくあるよ。大阪のが合ってんかもな。はい、すごい、大阪は。うん。でも鹿島も地元なんで、すごいいい町です。もともと地元は鹿島か。まあ、隣の神栖市なんですけど。ああ、神栖ね。ああ。鹿島高校っていう地元の鹿島の高校で、ああ、じゃあもう本当に地元だね。はい。それで大学行ったよね。神奈川大学だかどっかで。神奈川大学に行って、それから鹿島アントラーズに入りました。もともともっと前の方。高校は前目の選手でしたけど、うん。大学行って壁にはかなりぶつかったので、それでサイドバックにコンバートされてっていう形。そうなんだ。うん、もうそろそろ試合始まるか、ガッキー。はい、皆さん、そろそろ配信、ダゾーンでの配信始まるので、まあ、テルがダゾーンにつなげないかもしれないから、早めに頼むよ。いや、ことはないです。たぶん、つなげないんじゃないか。ダゾーン開いていただいていいですか、皆さん。視聴者の皆さんもダゾーン開いてくださいね。で、ダゾーンにまだ加入していないとか、大会してしまって、方にはすぐ今からダゾーンに入ってください。この動画の説明文にダゾーンへのリンク貼ってますので、3クリックぐらいで多分加入できますので、ぜひ。そんなすぐ入れる？3クリックはちょっと言い過ぎたかもしれないです。僕言い過ぎだろそれ、はい、それ言い過ぎだけどさ、5クリックぐらいですかね。これは、はい、今日のさ、はい、このダゾーンの試合岩政さんがやってんだっけ？そうです、解説は岩政さんがやられてます。なんか喋りそうだな、ここぞとばかり。はい、その青木さ、岩政ってさ、はい、岩政って結構そのどうだったの？もう先生ですね。そうだよな、なんか先生だよな。はい、もう理論とかもすごいですし、今年新人研修会でさ、なんかこう新人に話してくれたんだけど、よかった、先生だから。でも授業みたいになった。よかった。生徒はさ、大体 OB の話ってさ、なんか自分の経験とかそういう感じだと思ったらさ、もう先生の講義みたくなってて、それはそれで、先生と生徒みたいな感じになって、まあ、山里な。なので、今日解説なのですごい楽しみです、山里さん、大輝さんが解説なんで。おとけって聞く、俺は。開けました。どけしたら聞け、入れないんだけど。まだ始まんないですよね。一応ダゾーン開いて、多分タイルに間もなく開始って上にあると思うんですよね。リライブ、鹿島清水。あるある。はい、ここで始まりますので、もう少々お待ちください。そうですね、岩政さんと岡崎さんのサムネイルのやつですね。この時は岡崎じゃなくて矢島がスタメンでしょ？いや、2人じゃないですかね。そうです、2人ともスタメンですね。2人ともスタメンか。はい。お母ちゃんはこの時何歳だろう？この時は3年目ぐらいですかね、高卒の。
二十歳ぐらいですかね。来ました。ダゾーン始まった方教えてください。僕まだ始まってないですね。始まってない。僕まだ始まってないです。ですよね。あと1、あ、来た。始まりました。入れないよ、俺。俺が入れない。本当ですか。ダゾーンの配信は始まりました。視聴者の方も始まったって言ってますね。あ、来た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 。はい。来てない俺。原さん見れました？まだですか？見れない。あ、これだ。まあみんなやっといて、後から入る。やっといて。はい。タイムラグとかあるんですか？はい。じゃあ、ないですね。ね。あ、皆さん始まってますね。視聴者の方も始まりました。うわ、懐かしい。あ、小笠原さん映ってますね。音がするんですか？音は少し低めでお願いします。ゲストの方は。そうだよね。はい。YouTube に載ってしまうので。選手入場のところですね、今。すごい人だな。あ、入れた。はい。で、ダゾーンも、はい。あの、このダゾーンのライブっていう赤いボタンを常に押していただけると、常にあの最新のところに移動しますので。時差があるなって思った方はこのライブを押してあそうか、はい、そうすると合わされますのでじゃこの試合はあれでしょ鹿島が勝っても浦和が勝ったら浦和のが首位で上だったんだよなあそうですねあのちょうど裏の試合で浦和対横浜 FC の試合があって浦和首位横浜 FC 最下位というカードだったんですけどでも降格決定してたから誰もが浦和勝つだろうってあるいは引き分け？いやまあ勝つだろうっていう感じだったよね。そうですね。だからあれか、これは鹿島の選手はあの向こうの試合よりもまず自分らの試合で勝つっていうそういう状況だったよね。確か他の会場の情報も一切入れてなかったような気がします。その監督からもそういう情報はもう入れないって言ってたよね、ガミ。多分こういうふうにやってたと思います。そうだろうね。まあ今だったらもう何でもあのなんだろう、ほら分かっちゃうけど、このもう十何年前だからさ、今ほどはなんかすぐは分かんないっていうか、かなあ、そんな感じだよね。よく喋ってんじゃん、岩間さん。まあ喋んないと仕事になんないからな。この頃、坊主頭が多かったのこれ。本当さ、確かにそんなイメージある。なんか、鹿島坊主多いなと思った。これは何気合い入れて坊主にしたのそういうわけじゃない。元さんと大輝さんだっけ、坊主。元さん、坊主だ。今、メンバー表が僕のところで映ってます。ああ、もう出てる。青木さんと三尾さんなんだ。うん。青木はこの時何歳？13年前なんで、25か6ぐらいです。ああ、そうか。なんか覚えてんな、この時のメンバー。まあそうだな、俺違うチームの監督だったんだ、覚えてるわな。ああ、懐かしい。選ぶ。矢島さん映ってます、ね、若いね今キックオフしましたファンが左エンドのスタンド市川って今何やってんだっけ市川エスパルスの2人ユースに出ると思いますああそうか中1かな多分あ中1見てるの今監督確か去年はそんなこと言ってたよなああ青木さん両チームの勝ち点差が山さん1ポイント
そうですね、鹿島69という状況でした。はい、1ですから、4チームとも勝たなければいけないのはあまりなかったですから、まあ、その点では僕たちも打ってわけな、はい、いや、なおか、まあ、前節野沢のゴールで1対0と勝ったんですけれども、主審西村だな。西村細いな。ダメだ。あれ、そういうこと言ってるけど。なんか細い感じする。若いな。まあ、みんな若いね。若いけど。若いっすね。みんな若いな。そうですね。あとは。前節で一度も達成してましたから、はい、まあ、僕はまあ、優勝っていうのはありましたけど、ウッディってさ、こういう時アピールしてもさ、審判に変な風に思われないからずるいよな。青木とかだったらさ、なんかあーって言われちゃうけどさ、ウッディがなんかこう言ってもさ、あんまり変な風に思われないっていう特技あるよな。まあ、爽やかですよね。そうだね。僕結構すぐカード出ちゃうかもしれないですね。そうだね、それはわかる。鼓舞するようなミーティングでした。あ、いいよ。誰突っ込んだろう。岡か。岡ちゃんらしいな、ああいうとこな。ぽいですね。この頃から頭は少しはげ上がってたのって言えね。でもああいうプレーはまだ全然変わってないな。え、これ清水エスパルスって ACL の可能性はあったんですかね。なかったじゃない。いや、多分ない。なかった気がする。当時はないじゃない。当時は今とレギュレーション違うから、当時は本当に優勝したとこと天皇杯ぐらいしか行けなかったんじゃないかな。そんな時期だったよ、多分。だから3位になるとか2位とかってなかったと思う。ACL 自体も枠が少なかったんじゃないか。サメ取ってからはずっとやってるコンパトリオでしたから、3位の可能性があったってことですか、エスパーは。3位はどうなんだろう、イメージないけど、なんか 4位がもう確定してるぐらいな。多分この時ってさ、浦和で鹿島でガンバとかそんな感じだよね。でその後がちょっとそう3つぐらいの可能性あったけど、だんだんガンバも落ちてきて、むしろ鹿島がこう上がってきたっていう、浦和がダントツだったけどっていう印象あるよ。ファームを取ったというところだったと思いますから、はい、まあ、終盤に関しては、まあ、2人でほぼ試合しましたけどね。はい、王子、岩松さん25歳、はい、大岩選手20で35歳、うん、そうですね、ちょうど10個ぐらい違って、うん、枝村って今どこにいるんだっけ。枝村、藤枝です、多分。藤枝だっけ、今年から。今年かな、今年から、今年からだから、はい、去年ぐらいだか、どっか栃木だかどっかいなかった。去年栃木です。あ、栃木いましたよ。だよね、はい、もう覚えらんない。俺もいろいろ見てるつもりだけど動きが早くて。北海道も奈良橋さんから少しずつ内田篤人に、はい、世代コーチ。そうですね、ちょうどですから、ゴールデンウィーク。あ、田代か、これ。田代って今、オーストラリア行ってんだよね。雄三ってまだサッカー、サッカーやめた。もうやめた？やめました。あ、やめたか。オーストラリアの2部ぐらいやってたよね。やった時あったよね。田代は同世代。でも、オーストラリアで何かやってるんですよね、はい、確か。何やってる？ 2年前じゃないですか。そのまま今。オーストラリアにやめた選手は。田代が定着するようになって。しかし詳しくない、雄三。なんか仕事してる。今、はい、そのまんまオーストラリアに住んでます。あ、それで、何の仕事？スクールもやってんじゃないですかね。いろいろやってますね。なんかスクールやってるっていうのはネットで見たけど。あ、そう。はい。うん、ユーゾーもなんか点取るとき取ってたときあったよね。ヘディング強かったしね。ヘディングはやばかったっすね。なんか滞空時間あったよな。
はい、もうジャンプ力が尋常じゃなかったです、ね、そうだね。僕大学選抜一緒で初めて見た時、有族のジャンプを初めて見て、あんなジャンプ体育時間あるんだっていう人。ああ、福岡だっけ。そう、そう、福大です。福大ってさ、長井とかもそうだけど、あとあのなんだっけ、坪井とかさ、もう身体能力とかなんかそういったはっきりした特徴の選手多いよな。あ、そうそう、そういうサッカーでしょ。蹴ってセカンド拾ってみたいな。はい、 ってる。あと駒澤もそうです。ああ、そうかもね。マキさんとか。ああ、そうだ。うまい。なんか何気に最初はあれか、鹿島、エスパルスも悪くないよね、全然。はい。エスパルスペース。逆にな、ちょっとな。はい、爽やか。青木爽やかじゃん、確かに。取ります。折り返し藤本潤も。大岩と山田のセンターバックではよく指示だけは多そうだな。後ろからの声はすごい多かったですね。ああね。あそこから勝ちましたので、この流れがひょっとしたらっていうのはちょっと選手たちの気持ちにもありましたけども、まあ、とはいえこの試合に関しては清水に勝つことから集中してましたけど、神、この試合緊張した。緊張しました。その他にも出てた試合全部緊張してました。あとチーム自身もあの3年、僕は3年ですけど、全然タイトル取れてなくて、4年間タイトル取ってないんですよ、実際に、はい、でその中でも怖さが少し垣間見えるところがあって、そのままレッズ戦で復活したというか、新しい世代の選手たちの勝負強さが、そこで初めて自分たちのマインドが変わった試合になった。すげえ簡単。大きな転機ですよね。やっぱり今から見ると結構深いね。はい、とても深い。そうですね、特にあの時確かに深いね。オンテがいて、トゥーリオがいて、まあ、そうだな、はい、あのチームに強いです。なかなかカウンターです。岡崎が来ます。矢島と岡崎のツートップも嫌だって嫌だな、相手から見たらな。めっちゃいい。ゴリ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 だから。これさ、これ山里やってんのが矢島でしょ、これ接ってんのが今。そうですよね。やっぱり矢島はさ、ちょっと日本人離れしてんだよな。あの、だからさ、怪我さえしなきゃな、今更ながらだけどさ。今更ながらですね。あれ、シジフで吹っ飛ばしたのいつだっけ、去年だっけ、その前の年だっけ、2006年だっけ。あれはそうかも、初めて出た試合かも。ああ、そっか、あの時衝撃的だったもんな。え、何を吹っ飛ばしたの。シジクレス、あのガンバにいた。ああ、シジクレな。シジクレ吹っ飛ばして、肩脱臼しながらそのまま点取って、そのまま前半で交代したっていう。なんか打球、そういうのあんだよな。いいプレーしたと思ったらすぐいなくなるんだよな。まあ相手の監督はいなくだけどな。だけどさっきの山さんとこだってさ、山里とああやって結構、あれ、山里倒しちゃうってなかなかいないよ、日本人では。では、岡崎と21歳。エルナンジーニョまだやってんもんな、鳥取でな。鳥取にいますよね。やってる、元気だよ。やってるんだ。やってる、元気で、もう楽しそうにやってる。去年とか行った時、あの一緒に写真撮ったんだけど、子供、同じ顔の子供と試合の、あの写真撮って、全く同じ顔だった。本当にいいよ、お父さんっていう感じだったね。一番走ってったよ。昔からあの、なんか動くからとは変わんないね、全く。形が作れない時間帯続いてますからね。そうでしたけど、結構攻撃的なサイドの選手でしたもんね。サイドバックっぽくない選手から、さらに左サイドバックで右利きでボールを持ちますので、まあ、中に運んでいくこともできて。そがあたってさ、アルメはあんま足んねえな。あの若い時からちょっと老けてる、あの小学校の時もさ、昔からおじさんみたいに呼ばれる人ってさ、うん、意外と年取ってから見たらあんま変わってなくてさ。あのかっこいい人のがなんかあのなんだろう、こう差が激しいけどさ、曽我畑とか全く変わんない近い感じに
だよね。かけてんだな、この頃から。曽我さんに関してはちょっとノーコメントでお願いします。後で何か言われる？後がちょっと。そこで突っ込んでよ、青木がさ。そうすると多分、やばいな。鹿島サポーターからクレームが来ちゃうな。ガミいじれんじゃない？あ、ガミ、そこで突っ込んでももう、枚方なんだから。いや、帰りますし。あ、地元だから帰っても大丈夫だろ、怒らんねえだろ、過密なんだから。ソガアタってそんな感じ？じゃあ、アカデミーだよね、勝間とね、ソガアタってね。ああ、そう。で、高校の時からこんな感じなんだろうな。コメントでお願いします。そこで突っ込んでよ。あ、フェルナンディーヌもでもあんま変わってねえな。変わってない。フェル全然。こういうとこうまいよね。うまかったですね、フェルは。ドリブルマジでうまかったっすよ。ペル、なんか喋ってよ。あ、すみません、ちょっと見入ってました。見入ってた？何を見てんの？こういう時って、自分のポジションを見てんの？はい、だろうな、やっぱり。あと、必死に思い出してました。ちょっとずつ思い出してきた？でも、全然思い出せないです。だって、テルは何試合やってんの？ここまでで、Jリーグの試合を。J リーグですか？500ちょっとじゃないですか？ 500 超えてたら思い出せない試合もあるだろうけどな。すげえな、500って。全体が動きを加えていくって形になりました。お前もリードするときに青木が一人でこうバランスを取るように。ジュンゴは何試合やってる？ジュンゴもやってるだろ、結構。僕はでも350ちょっととかだ、60、400いってないです。まあそこまで300すぐの行くのは大変だよね。10年フルに近くて10年だもんな、それでな。そうですね、まあ大卒だったから一応それぐらい計算では。そうだよな、はい、出させてもらってましたとかもあるだろうしな。青木さん、はい、視聴者の方からマルキーニョス選手の印象を聞きたいと。次はもうザ・スケットですね、もう。ザ・スケットっていう感じで、まあ、得点ももちろんめちゃくちゃ取れるんですけど、献身性もあったなと思います。あの守備で、守備の時に自陣まで戻って、助けてくれる時もありましたし、ただ点取るだけじゃなくて、まあ、チームのために献身的にやるっていう、そういう本当にもう、スケットでしたね、まさに。なんか2週前か、あの久保もほら横浜 F マリノスで一緒にやってた時 あんだ、あのその試合見たのね。そしたらやっぱ同じようなこと言ってた。すごいあの動いてくれるし、あの点取るだけじゃなくてパスもくれるし守備もしてくれるから、すごいやりやすかったって言ったけど、そんな感じ？もうまさに本当にそういう感じですね。シーズンの時もそうでしたよ。え、去年、この前のシーズンまで清水にいたんですよ。あ、清水にもいたんだっけ。いろんなチーム行ってくる。全部結果を出してるよね。すごいです、だから。ああ。この時、奥野がヘッドコーチだったっけ。この時は、ヘッドコーチ、誰だったっけか。ヘッドコーチは奥野さんで、奥野さんか。フィジカルコーチにいて、スピードもついていて、あとは動き出しのタイミングとか、まあ、立ち位置とかってところだし、岡崎は中で待ってました。石川大輔とか内田とか、まあ、石上もそうだけど、石上大変だね、これ。石川大輔も結構上がってくるじゃん、あのガンガン。いや、もういっぱいいっぱいです。大変だった？2年目だったんで、うん。めっちゃ緊張してましたし。うん、周りはみんなうまいですし、うん、もうね、対戦相手も市川なんですし、もうその優勝とかそういうのじゃなくて、もうワンプレーワンプレー、そういう感じか。今視聴者から青木さんサガン鳥栖時代にサインいただいたっていう方からコメント来てますね。マルキには感謝しかないってみんな言ってますね。
あ、そうなんだ。うん、ただこの立ち上がり少し相手に、与えるような。野沢さんは天才なんですかっていう質問も来てますけど、どうなんですか。嫌がらない。それは僕がもう答えるまでもないと思います。もう見てもらえれば。野沢ってのはどこにいるんだっけ。まあ、ティアモにいます。え？ティアモ、枚方にいます。あ、そうなの。一緒にやってんのじゃ。はい、同じチームです。あ、そうか。だから今、まあ、そのカテゴリーが変わったっていうのもあると思うんですけど、うん。この当時よりなんか今の方がさらに。あ、そう。そういう面でここで清水がもう4位確定してしまってるっていうのは一つモチベーションとしては自分たちに有利に働くだろうなっていうのはちょっとありました。最後の追い上げの中で届かなかったという気持ちが少し影響するかもしれない。そうですね。なんかあれこれがこれ青木、はい、15番です。はい、軽いね動きが。いやもうこの時はいくらでも走れたんで。なんか青木ってそんな感じあるよね。青木って疲れねえのっていうくらいいつもなんかこう最後まで走ってるイメージはあるけどな。もう本当に運動量が売りで。スタミナはあるの？スタミナはある。はい、運動量が売りで、うん、このメンバーの中で僕何できるかなって言ったらもう汗かくことしかできなかったんで。ああ、そういう意識でやってたか。そうですね。運動量だったり献身性で、そこが一番の自分の売りだったんで。あれこれ純吾いいじゃん。いいっすね。なんかさ、純吾のあのトラップああいうとことこう蹴る格好で切り返すとかあるじゃん。はい。あ、これ監督やりながら、あ、切り返すとかさ、そういうふうに思いながら見てたけどね。でも、まあ、でも右足を使わないんで。ちょっと好きっていうかさ、いい感じあるよな、やっぱりちょっと上手な人のさ、トラップであったり、この切り返しであったりさ、左利きの。雰囲気は、左利きの雰囲気はありましたね。本当にだから右足を全然使えなかったんで、もう左足でなんとかするには、じゃあもう、ちゃんと止めるか、切り返し多く使うかとか、うん、だったんで。まあでもさ、そういう左利きの、その、まあ右足がそこまで上手じゃないけど、左足はうまいみたいなのがちょっと嫌だけどね、相手の。まあ均等に使えた方がいいっていうのは理屈上わかんないけど、はい、特徴がはっきりしてる方が嫌だな。あ、いや、そう、何これ。これ PK って今なんだ、あれジャッジリプレイでこれ検証してるかもしれないな。わかんない、俺ちょっと今よく見てたけど。マルキーニョス、こういうのもらうのもうまいよな。うまいっすね。PK なのかな。少し我慢もしながら、はい、少しペースを模索してきた中で、そうです、取れた。はい。ただそれほどこう、リズムを この頃ってリプレイやんないんか、あんまりその PK かどうかっていうの、まあ、なかったですね、はい、これ今だったらちょっと何度も出てくるよね、いろんな角度から、出てこないもんね。確かにリプレイ入んないですね。だから当時はオフサイドもそうだけど、こう疑わしいのを何度もやるっていうと良くないみたいな、そういう時代だったかもね。カメラの台数も少なかったから、はい、でもこれ今見るとさ、やっぱりこう今ならこういろんな角度からダゾーンでこうやって出てくるじゃん。でそれがないもんね。そこをなんかすごい違うように感じる。確かに。みたいですね、リプレイ。鹿島がこれで先制ですね。そうだからな。出ないもんね。リプレイないもんね。ないですね。これ、ようやく坊主だ。坊主やな。なんかしたんかな。これ、遅刻だ、遅刻。小笠原は帰ってきて、すぐキャプテンに
戻ってきたらまたキャプテンってなったわけ。すぐでしたね。はい。なんかこの年の小笠原、まあ、三尾はすごかったよね。なんか神がかってるような感じだったよね。はい、やっぱなんかイタリア行って思うところがあったんだと思うんですけど、そうだよね。それがもう普段の練習から試合からもう全部その背中で見せてくれてたというか、まあそういうタイプだもんな、うん、久々に大岩さんとのコンビがいますけども、2人のこう息が合っているというか、今も岡崎に入ったところにコンビを投げているんだと思います。やんないもんね。さっきのシーンをやんないもんね。やんないですね。ゴールシーンは今やってますけど。結局、あの時代の流れもあるんだろうけど、今だったらそういうのをほら、カメラ台数も違うし、はい、あれどうなんだみたいなのが、この頃ってさ、そういう疑わしいのは、あの実況もさ微妙ですねみたいに言ってさ、あんまり突っ込まないみたいな感じ、ちょっと流れが時代がちょっと違うね、やっぱり違いますね。うん、うまいな。誰？順吾？順吾のああいう癖は俺大体知ってるよ。あ蹴る、あ蹴る格好で蹴んないとかな。あ出す格好で出さないとかさ、そういうの なんとか見てると面白いな。変わってないですけどね。変わってない。基本あんま変わんないかもね。うん。例えばバックパスだったり縦パスだったり、先ほどなんか縦パスですけども、結構センターバックだと相手から先にマークを取ってくると、縦パスなんかであまり。元山ってまだやってんだっけ？つまり自分のマークは裏で走ってる。元さんは、ギラバンツは、対談して。でまだ多分チームが決まってないというか、まあその引退っていうのも発表してないですし、そうだよね。はい。普通はしてないと思うんですけど。うん。ここはボールと岡崎2つを見ながら動いてました。そうですね。坊主同士ですけど。本当だな。オリベーラ監督のこの初年度、これはそうです、1年目ですね。この前の年は誰だっけ、パウロ・アウトーリーですかね。アウトーリーって、あの勝ちまでは珍しく、その1年ぐらいでいなくなっちゃった監督さん。そうです、1年で。そうだよね。はい、変わりました。じゃあやっぱり最初は、シーズン最初はさっき言ってたように、なかなかうまくフィットしなくて、出だしがちょっと良くなかったってのあんだよね。お、出だしがなかなか勝てなかったですね。そうだよね。ただオリベーラさんって割とあれでしょ、練習はよくやんだよね。練習長い。なんかキャンプの時とかすごいきつかった思い出ありますね。なんかさ、あんまり試合よりはしっかりこう体を作るみたいなイメージがあるんだけど、そういうのはあった？ですね。そこら辺のそのコンディショニングの配慮が結構うまかったと思います。もともとなんかフィジカルコーチかなんか出身だよね。そうですね。結構走りました。走ったの？結構は走る練習が多かったの？比較的僕は若い頃外にちょっと走ってたなって印象あったんですけど、この試合見て多分今ここにいるメンバーで近しも石上 もうめちゃくちゃ走れるタイプだったんで、ああそうだな、そうだな、走れるタイプだったんで、フィジカルの時は結構頑張って走ってましたね、みんな。でもキャンプで一番きついのオリベイラじゃないですか？うん、きつかったやっぱり。一番なんか体をしっかり作ってきてさ、まあ、ああそう、韓国もきついんじゃないの？いやいや全然ですよ、半分ぐらいです、意外とやんないです。韓国のがなんか いっぱい走らされるような気するけど、ウルサンとかも言ってたよな、しかしはな。はい、あっちの方が多いんじゃないの？
ユン・ジョンファン監督の時はちょっときつかったかもしれないです。ユン・ジョンファンは、サンブレンだもんな。A リーグでもサンブレンだもん。そうですね。そういうタイプだってさ、やりましたけど、よくありがちなさ、プレイヤーとして本当にこう、ちょっと天才派だっていうか、こう、テクニシャンタイプはさ、あんま走んなかったのにさ、指導者になると急に人が変わったようにさ、しなきゃダメだもん。そういうタイプの典型だよな、ユン・ジョンファンな。はい、もう典型的でした。あ、デフのあの、サポーターが聞いてないことを願って言うけどさ、すっごい練習ね、もうだってシーズン始まりはもうサンブレンでやってるって言っちゃう、ずーっと、セレッソの時も。ああ、やっぱもう変わらないですね、それは。あ、それはそうだった、韓国でも。はい、そうですね、はい。早朝山行きましたけどね。うちに来た時はすでに30超えてましたから、怪我も多い選手でしたからね。最初あの年って開幕から5試合勝てなくてバスで囲まれたんでした。なんかそういう時あったと思うよ、はい、あった記憶ある。この補強も当たりでした。覚えてますか、増田さん、覚えてる？やっぱ5試合全然覚えてないですけど、そういう囲まれることも致し方ないかな。上昇軍団の宿命ですね。そうですね、5試合勝ちなしはちょっとあっちゃいけないことだと思うんで。なんかこういう質問も来てますね。鹿島が上昇軍団と言われる秘訣は何ですかと。これ結構よく聞かれるんですけど、うん、これがまた一つこれですっていう答えがなかなかなくて、うん、まあ、やっぱり、まあ、ジーコスピリットっていうものがもう、根強くあると思いますし、まあ、やっぱり伝統とかその受け継がれるものがすごくあるなっていうのは僕自身は思ってます。え、石神はどう思ってんの？いや、なんか僕なんかがそんなことを語れる立場じゃないんですけど、僕結構移籍が多かったんで、こんなチームに行って、今振り返るとやっぱりクラブハウスだったり練習場の空気感っていうのは、一番こう違う雰囲気でしたね、うん、だからさ、そういうのってさずっと鹿島にいる人の方が分かんなかったりするから、みんなみたいにこう出ちゃった方が、あ、やっぱり鹿島ってそういうなんか環境とかさ、その雰囲気とか、あるいは強化部なんかもほぼ変わらずにブレずにさ来てるじゃない。そういうのって出てみないと分かんないかもな。ずっと中にいたんじゃ分かんないかもしれないから、まあ今日いる皆さんはまあたまたまだけど、あのいろんなとこをやってるから余計分かんのかもね、冷静にその鹿島のスピリットとか良さとか違いっていうのがね。だからまあ褒めていいよ、鹿島を。今はなんで、それか何か言いたいことは言っていいよ、もう鹿島じゃないから。南葛は、南葛はどうだよ、南葛よ。南葛は、まあ、今年監督変わったんで、うん、まあ、今チームを作り上げている段階だと思います。そうだね、もうおい、私のリーガー、とんかつ来ちゃった、とんかつ。とんかつ見ながら。俺はとんかつ食べてるんで、皆さんはあの試合に集中してね。あ、見せてください、カメラに。え？カメラ？アップで。アップだったら、ほら、とんかつ。へぇ、あ、おいしそう。とりあえず、なんだろう。もっと大きいの食べるけど、今はつまみながらって、一切れ。終わったら食べます。他のゲストの皆さん、食べ物はご用意されてるんですか？俺横で飯食ってました。矢島食わなくていいよ、太っちゃうから。そうですね、控えときます。今太ってる？いや、太ってないですね。やっぱ筋肉落ちてちょっと体重とか落ちてるかなと思います。あ、そうなんだ。はい、まあ、あんまやっぱ風量も減ったし。まあな、うん、同じく食べたら大変なことになるんだろう。そうですね、同じだけ食べてたら、やっぱ今ほとんど動いてないから、うん、
ちらがこう浮いてしまうのかっていうのはチームのスタンダードによって決まるので。テルはちゃんと食べてる。僕何も今もう先に食べちゃいました。あ、そうか、はい、テルは食べるの食事は。僕もそんなに食べないですね。あのずっと、はい、激しかった印象ありますね。なんか体重計も乗んないです。なんか小学校の時もさ、日本一みたくなってるよね。僕ですか。ああ、なんか小学校の体験みたいな。ああ、なりました。なんかそういうのにあの優秀選手みたいになってたよね。なってました、清水 FC の時に。そうだよね。はい。その頃からやっぱりプレーのそのもの自体は変わんないよな。でも僕、小学生、ちっちゃい頃センターフォワードだったんで。前の方だったよな。はい。だから、この試合やってるようなポジションは。やってないの？試合でやってるようなポジションは、だいぶ年を重ねてからです。いつからそこになったの？いつぐらいから。あの、アトランタの、だから22歳ぐらい。ああ。はい、ちょっとポジションが後ろに下がって、うん、で30歳ぐらいになるとさらにもう少しバランス取るような感じになったって感じですかね。ああ、そうか。アトランタの時は10番のやっぱあの時も真ん中？真ん中です。あの時もタレントはいたもんな。いましたね。あれ、あのブラジル戦の点はさ、はい、テルだっけ？あれ僕です、一応。なんかもう入ってたんじゃないの、あれ、テルが触らなくても。入ってましたよ。オンゴールで。まあでも一応触ったっていう感じで。あの喜び方ぎこちないのがテルだよな。もっとなんかこう、綺麗に喜ぶかと思った。あの時も、あの、城庄司が触ったかもしれないなと思ったんで、最後に。あ、城庄司、あ、庄司が触ったかもしれなかったんだっけ、誰か触れて。で、最後まで迷ってたんですよ、触ろうかどうか。あ、そういうことか。でも最後に触っちゃえと思って。ああ、だからあのシーンが今でも出てくるから、よかったら触っといてな。まあ、はい。選手としての価値を示さないとどんどん入れ替わってしまいますので、そこをどこに示すか。テルさんに質問させてもらっていいですか。おい、どんどん喋って。いいですよ。なんかテル今日はテルに突っ込む日にしようよ、テルに。やめてください、なかなかそれは。普段どういう会にする、はい、その体のケアとかどういうことを意識してるのかなって、その長くできる秘訣というか、すごくなるんですけど。そうだ、ストレスをためないこと。山登るのか、山か、山に登ればいいのかな。なんかあんまり無理しすぎないことかな。あんまり追い込んだりとかしないんですか。そこのラインは年齢によって違うのかもしれないけど、あんまり追い込むとかしないっすかな。結構追い込むタイプの人もいるじゃないですか、うん、ストイックにっていう感じですね。そういう節制とかそういうのはしないんですか。俺全然ストイックじゃないの。え、そうなんですか。テルさん、電気終わったらすぐ帰りますもんね。一番最初に帰る。練習終わったらもうすぐ帰ります。あ、結構ね、そのメリハリは大事。あの、だらだらやんないで。だから、多分ね、俺が、まあ一応いろいろ見てると、そういうふうにもうメリハリよくパッて帰るか、前田良一みたく最後までずっと走るか、その中途半端にそのどっちかの方がいいかもしんねえな。まあ前田良一なんかもうみんな帰るぞって言ってもまだ走ってたりするけど、テレビだと帰る人はまあバッて帰るとか、そういうのがいいのかな。どうだかわかんないけどさ。僕今でも多分帰るの一番早いですよ。さすがですね。あ、そう。さすがっす。なんかすごいストイックなイメージあるんですけどね。ああ、イメージだけですね。なんか俺得してんのかな、それは。それはテルのずるさだな。そういうふうに相手に思わせちゃって、テルがいるとなんかそういうとこに
突っ込みにくいとかってやっぱ思わせちゃうような雰囲気持ってんだよ。ずる。で僕はそんな喋んないっていうイメージじゃないですか。でも多分そんなでもないと思うんですけどね。だからそういうのがずるなんだよ。これもそうですね。みんなそういうふうに思っちゃってるんだな。はい、でもまあそうじゃないんだろうと思うんだけどさ。はい、だけどそんなそういうテルのその人間性を今日は全部さらけ出してこの試合の中で。はい。はい、あの後輩たちがまた選手やってる人たちがいるからさ、あれはこれ、はい、今後 J リーグでまだまだやる人のためにそのヒントになるような話な。はい、実は影でやってるとかもないんですよね。影ですか。あ、影で全然やってないな。影でもやってないな。あれこの時田坂コーチか。田坂さんコーチです。コーチだな。はい。ケンタも若いね。若いっすね。まあそりゃそうだよな、13年前なんだ。長谷川監督はどういった監督ですか。いや当時はめちゃくちゃ怖かったです。怖いな。でも機嫌悪い時はもう帽子がもうこんぐらいなんですよ。深いな。わかるわかる。その機嫌悪い。わかる。わかる。で俺ガンマの時に、ああそうか、ガンマでやってた。はい、やらしてもらったんですけど、その時はこうなんか清水の時はあんまり選手とそんなに喋ってるイメージなかったですけど、ガンマの時は普通に笑いながら喋ってたから、ちょっと変わったんだ。あ、ちょっと変わったんだなって。優しくなったなって思いました。うん、多分年齢もあるけどさ、あのなんだろう、一つ最初のチームだとそういうイメージが、あの本人もそうだけど周りもついちゃうじゃない。でチームを変わるとさ、選手もそうだと思うけど、いろんなイメージがあるかもしれないけど変えられるよね、あの違うチームにとか、あのまあ変えられるっていうか、こういいようにこう少しリニューアルしていったりとかできるし、で前と同じようにやるだけじゃなくて、選手もあの監督の立場で言えば選手も違うし、そのチームが持ってる伝統も違うから、だからそういうやっぱりこう同じチームでやる良さもあるけど、チームを変えることによって、ね、皆さんもいろんなチーム行ってるけどな、こういう面っていうのはあるんだろうな。でもめちゃくちゃ怖かったっすよ、この時。最初はな、最初はそんな感じだったと思うよ。はい、つまり最初やった時は そんな風に見えた。俺も外からしか見てねえけど。あと今の方が、ちょっとやっぱりこうなんだろう、経験も積んできて、まあタイトル取ったっていうその余裕もあるのかもしれないけどな。山田はヘディング強いな、やっぱな。この当時、紅白戦とかすごかったですよね。浜田さんと雄三さんが来てるわけじゃないですか。誰？雄三？雄三と誰？雄三さんと岩政さんがこう紅白戦で、なんかヘディングセったらお互いこだわりあったらすごいね、その争い。それ見てえな、そこだけ見てえな。レベルの高い空中戦が。だろうね。でしたね。あのまあ多分あれこの時の控えってさ、鹿島のこの日の控えって興梠とかもいいんでしょ？はい、柳沢もいるぐらい感じ。はい、それ、紅白戦すごいね、それはそれでね。遠藤康史とかいますね。あ、遠藤康か。うん、それで、近しもいいんだろう。それ、ずるだな。いいメンバーいるな。紅白戦のが激しいな、そら。ああ。伊藤さんに質問が来てるんですけど。はい。
選手時代の健太さんと監督の時の健太さんって何か変わったと思いますかという質問来てるんですけど、どうですか。いい質問だね。聞きたい。どうすかね。言いたいこと言っていいよ。どうでしょう。大久保ピッチでしか選手の時にあんまり会ってない、あんなんていうんですか、普段の顔をあんま知らないとこもあるんで何とも言えないですけど、うん、でもさっき淳吾がこ怖いとかなんか言ってましたけど、うん、僕はあんまそんなイメージはなかったですね、やってて、うんうん、まあそれもしかしたら選手の時に一緒にやってるんで健太さんの免疫があったからあんま感じなかったかもしれないんですけど、さすがにあれだな、テルはコメントが深いな。え、そんなことないです。それがやっぱり長くやる秘訣だな。まあうまくバランスを取ろうとはしてますけど。おう。です。でも健太さんアタッカーだったんで。そうだよね。はい。清水来て結構守備のことを厳しくというか構築してたんで、うん、なんかその辺はちょっと意外だったというか、結構細かかったですよね。うん、細かかったですね。そう、守備は結構細かかった。あ、そう。フォワードの監督って意外と守備が硬かったりさ、でディエンダーの監督さんの方が割と攻撃をなんかこう好きだったりするようなことって、 やっぱそういうもんなんですかね。そういうのがあるのかなというか、意外とそういうとこあったり、あるいは俺みたいにあのさっきの順吾のほらトラップとか切り返しじゃないけどさ、そういうタイプで俺は全くないから、でそういう人ってやっぱりああいうプレーが好きなんだよ。なんだろう、自分に持ってないプレーっていうか、この、例えば俺は FC 東京に行った時に、あの、あれ、まあ、近しと一緒ぐらいか、あの、馬場雄太とかって言ったの知ってる？あ、雄太、俺と同い年。だろ？で、近しも、まあなんだろう、近しも相手から見るとなんだと思うんだけど、馬場雄太みたいなのを人食ったようなさ、プレーなんだけど、ただ持ってるものとかはあの出し方が下手なんだけど、すごいいいもの持ってんだよな、あの能力とか。で、そういう選手が、に一番俺はなんか、お前なんだそれって言うんだけど、そういう選手が好きなんだ、結構。あの、まあ、小野伸二なんだ、まあ、もちろんそうなんだけどさ、小野伸二はまあ、誰でも好きだと思うけど、だから、ないものが好きっていうのはあるのかもしれないな、あの、潜在能力の中で。だから、健太なんかも、なんて言うんだろう、そういうふうに、こう、ゴリ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 やってて、なんかそういう細かいっていうか、でも意外とこの守備の構築とかは硬いよね。あの、すごいね。硬いと思います。はい。どう、面白いのって思って。井原なんか意外と守備が硬いかと思うと、なんかもう攻撃でなんとかって言って、意外と失点が多かったりとかさ、分かんないもんだよな。確かに。あの、宮本なんかもほら、なんだっけ、意外と失点が少ねえかって言うと、意外と多かったりするんじゃない？ってあんまり言えねえな、ガンバのサポーターの前ではなって思うけど、意外となんかそこら辺が面白いねっていうのは、指導者とやっぱ選手ってのはまた違うのかなっていうのはあるね。ああ、やっぱそうなんですね。うん。順子頑張ってんじゃん。はい。意外と、ね、というかね、俺わかる。ジュンゴはね、こういうウッチみたいな時にはちゃんとやるんだよ。だけど、ね、あと気抜いて、あ、負けないよと思って、あの適当にやったりしていかれちゃうんだよ。でもウッチみたいな時だとすごい集中してやれんだよな。どう？俺でもだ同期なんですよ。あ、そうか。2006年で。あ、同期なんだ。はい。いや、ヤジと俺と、うん、ウッチと。あ、そうなんだ。はい。だから余計そういう思いあんだけど、だってウッチーさ、今言ったと思ったのさ、あんだけ体こうやって投げ出して取ってってはできるやつってそんなにいないはずだよ、この時期のウッチーとかに。
それなのにやれんだけど、そうじゃない人に簡単にやれちゃったりするんだよな。そういうのをよく、でも、ケントさんにすげえ怒られてたかもしれないです。だろ？だから、はい、あのね、一応監督さんってのはそういうとこ見てんだよ。だできないやつには言わないもん。できんのにやってねえと、なんでそれがやんねえんだっていうのが言われちゃうんじゃないか。めちゃくちゃ怒られたイメージがあるの。ああ、そう。でもそれはやっぱりこう、本当はできるって分かってる人に言ってんだな。なんだこれ。前半終了ですね。前半終了か。はい。なんかあれだね。意外とやっぱり本当はエスパルスのがいいけど、硬いけど PK うまくもらったなっていう。しかも PK 疑惑だな、あれな、うんうん。西村に聞いてみるよ。結構清水の選手も抗議してましたね、あれは。あれね、俺なんかえっていう感じだよね、あれね。見た感じは。ジャッジしてください。俺はもう、あとジャッジリプレイさんが言ってる。はい、一旦ハーフタイムに入りますので、あのトイレ行く方とかご飯持ってくる方、皆さんなんか俺、はい、とんかつお願いします。はい、食べてください、食べてください。これちょっと席外します。はい、飲み物取りに行ってきます。で、 YouTube 視聴者の皆さんに改めて告知ご案内させていただきます。あのこの原さんと一緒に落ちる J リーグのあの視聴者の皆さんのご要望とかご意見をいただきたいと思っておりますの で今回アンケートを作成しております。で、アンケートはこの動画の説明欄に記載している URL からアクセスできますので、だいたい3分ぐらいで終わる簡単なアンケートになっていますので、ぜひあのこの生配信終わった後にですね、皆様ご回答いただきたくお願い申し上げます。飲み物持ってきます。はい、青木さん、それご自宅なんですか？これ、自分が今構えてるお店です。お店、あ、靴でしたっけ？あれ？何のお店ですか？今、靴の T ソールとサッカースパイクです。おお、それは鹿島でやってるの？そのお店を。はい、鹿島でやってます。そうか、そういうお店も今大変なんじゃないの？そのコロナの問題で、はい、今自粛してます。あ、そうですか。それ石上さんの背景はそれ何なんですか？この今僕がやってるレイボーラというサッカーのサイトです。あ、サイトを運営されてるんですね。させてもらって、はい、運営してます。宣伝しとけよ、もっとだいぶここに出させてもらってるんで。それで宣伝になる？なると調べてもらえれば。うん、ありがたいです。伊藤さん、前半振り返っていかがですか？いや、清水も鹿島ある程度というか、もうコントロールできてるなと思ったんですけど、あれ PK だったら、そう、鹿島の強さはでもああいう一個の隙というか、そういうとこつくのはやっぱうまいのかなとは思うんですけどね。そうだね、そこは鹿島は変わんねんな。変わんないと思いますね。でもあれ PK じゃないと思う。僕もそう思います。あれ PK じゃないかって思ったけど、なんかないから分かんない、リプレイが。あれ僕ミスキックだったんで、すごいマルキーニョスに助けられました。あーそうか、クロスミスしてマルキーが。でもさ、マルキーニョってああいうのをさ、うまくファールもらってあのったりするの上手だよね。なんだろう、 PK だかどうかまあ別としてさ、あのああいうちょっとしたとことか、相手がちょっと気抜いたとこにヒュッてこう行ったりとかさ、あのそれが上手だから。で、審判側もさ、見るとマルキーニョスだとなんかこう一生懸命やってるから、それ取っちゃおうかなって、よく取んないタイプのフォワードもいるじゃん。あ
あいつまた倒れてんな、みたいな。で、マルキーノスはもらうのも上手だと思うよ、俺は。結構惜しい。あ、そうかもしれないですね。ねえ。はい、あるよね。ねあると思います。うん。後半始まってます皆さん、ゲストの皆さん。あの、今インタビュー聞いてですよね。まだですよね。はい。はい、俺、とんかつ食べてるし。はい、大丈夫です。あ、やっとなんかしっくりくるポジションがあった。え？どうされました平山さん。いや、なんか体勢悪かったんで変えました。あ、確かに。あのね、俺、体勢が悪いからね、すぐ怪我しちゃうんだよ。そこにつなげる。でも改めて見てたけど、矢島のあのやっぱりあの体の強さとか、あのなんだろう、あのスピードとか、あれって怪我さえしなきゃな。でも久しぶりに見たけど見ちゃいますね。結構試合見たうち相手も本当に嫌がってると思う。あの岩政も普通フィジカルで勝てんだけど、やっぱりフィジカル勝てないっていう感じを持ってる。でしかも岡崎もさ、さっき西村はファールにしたけど、あれファールじゃねえんじゃないのって俺なんて思ありましたね。なんかやっぱこの2人の違うフィジカルのあの頑張りって相手が、はい、後半始まりました。まあそういういい選手を育ってよ。頑張ります。怪我しない選手ね。そうですね、僕もないものねだりなんで。大事だよ、テレに聞いてみ。本当に怪我しないで長くやれるっていうのが一番やっぱり大事なんだよ。そのなんだろう、ある時だけいいんじゃなくて、シーズン通してこういいコンディションでやれるっていうのはね。まあしかも子供たちはさ、まあプロを目指してたとしても、みんな、なんだろう、プロになるわけじゃないけど、やっぱり怪我をしないでプレーができるっていうのは結構大事じゃない。そうですね。どこら辺も自分の経験をそこで生かして、はい、ちょっと怪我が多かった、その悔しさとかさ、だって怪我さえしなければまだまだやれたはずなんだから、そういうのを子供たちに伝えてくれっていいな。はいはい、それは財産だよ。あの逆に言うとね、こんだけ苦労してるっていうのはね。ただあ、悪くないよね、スパルスね。そう、むしろいいよね。悪くないですね。なんか0-3っていう記憶しかないから。いや、だからそういう結果だけ見てと思うけど、むしろこのテルのさ、こまめなこの、なんて言うんだろう、この、で割とさ、簡単にキックするんだけど、あ、ミスパスじゃん、これ。たまにはしますよ。だけど、テルって、なんか躊躇なくポン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 簡単にやるから、あれって思うんだけど、結構すごいところに出してくんだよな。あの自然な、なんていうか、コンパクトな振りは嫌だったね。でもこの時で言えば、順吾とか枝村とか、まあ前線の選手がいい選手がいたんで、まあいいポジションにも立ってますし、まあそこはもう早く使ってあげた方がチームとしてはいいんで。そういうの考えんだね。そうだよね。はい、そういうの考えました。でもな、これテルさ、はい、俺もまあなんだか、もう今日テルがいるからしょうがねえからテルいっぱい見てんだけどさ、結構あのワンボランチでいいポジションで取ってるわけじゃないんだけど、相手を遅らしたりさ、コース限定したりって、これさ、こういうのを、なんだろう、この中盤の守備的な選手で、青木もそうだけど、そういう人たちが今度育ってくるときに、ちょっと打ち当てあげたら、これ、お手本になるようなポジション取ってるぞ、これ。そうですかね。って思う。まあ、もちろん全てがさ、あのベストじゃないかもしれないけど、はい、でも一つ一つのプレーになんかこう意味があるっていうかさ、そういうのがちょっと見ると分かるね。で、この今ダブルボランチが、ダブルっていうか2人いるのけどさ、テルは1人でこれやっててさ、はい、もうこう見たらこういう時もさ、一番この周り見ながら一番危ないとこと、今度フリーになったらしっかりこう受けてポジションをこう変えてみたいなさ、お手本じゃないの、はい、これ。いや、そう言ってもらえると嬉しいです。え、テレも嬉しい時あんのか。もう褒められるのは大好きなんで。俺本当そうだと思うよ。青木もそうだけど、俺青木に質問したかったんだ。あの、なんだっけ、前橋だよね。前橋商業、え、なんだっけ、前橋商業。前橋育英です。前橋育英か。育英ってさ、なんでそこのポジションの人そんなにいい人がいっぱい出るの。山田先生のおかげ。
やっぱその第一人者としてあの山口元弘さんがいて、いたね。山口元弘さんがボランチじゃないですか。ああで、まあ、その後松田直樹さんとかも出たと、出たんです。おお、そうだ。やっぱそういうふうに考えると、やっぱ伝統があるのかなと、そのやっぱり先生が指導するときに、その山口に、あ、入りました。あ、入った。入った。元山選手のミドル。決まりました。すごいですね、これ。すごい。すごい。なんか元山ってさ、いないのかと思ったら時々こういうの決めるよな。出てきたと思ったらなんかこう決定的な仕事してるっていう感じで、これはキレが良かった。すごい。これか。ああ。見えなかった。ちょっと見えにくかったかもな。西部いけたよな。まあでもあれダイレクトで蹴ったから良かったんだろうね。うん、え、それでなんだっけ、前橋育英の話してよ。はい、それで結構いい選手出るよな。まあ山口元弘さんとかがやっぱり第一人者としていたので。うん、で先生がまあ指導するときにやっぱりそういう昔の山口元弘さんがどういう選手だったかっていうのをやっぱり指導してくれるんですよ、うん、そういう、まあ、伝統とか受け継がれるものがあったのかなと思いますね。本当に多いよね、そこのポジション。あれ、高橋秀人とかもそうだろ。高橋秀人は前橋商業ですね。商業か、はい、ただあと行くやつ誰だっけ、細貝はじめとか。ああ、そうだ、はじめな。本当多いよね。ボランチ多いですね。で、青木もその高校の時から、ね、中盤高校2年生の時は後ろやってました。センターバックでボランチに、松下さんと重原さんってすごい、まあ、天才の選手がいたので。そうか。まあ、あとは先生のやっぱ指導力というか、まあ、サッカーのものもそうですけど、うん、まあ、普段の、うん、まあ、人間的な指導っていうのも、熱心にされる先生なので、うん。そうか。あれ、今ヘディングしたの、矢島？下手でしたね。矢島？はい。だけどさ、やっぱり、いいんだね。いいけど、ヘディングがもうちょっと練習してりゃあれ入るのか。山さんが大岩取ってって、ああいうのできるってやんな。あんまやっぱりいないよ、やっぱな。まあ、今だから褒めとく。中に少し持ち出してすぐに入れてきましたので、ポジションあまり気にするのがなかったですから。矢島さんに質問来ていて、岡崎選手と一緒にやってどうでしたかっていう質問です。いや、岡は、すごい下手やったけど上手くなったって話あるけど、正直もう僕入った時から凄さはあったかなと思いますね。練習とか練習試合とか一緒に組んでると、やっぱこっちがもうパス出したい時には動いてる、やっぱ動き止めへんし常に狙ってるしとかいうのはなんかその当時からすごいなと思ってて、まあ試合出ててもこの試合もそうやけど、やっぱ頑張ってくれるからすごいやりやすいし、チームのためにもずっとプレーしてるからすごいやつやなと思ったらあそこまで行っちゃいましたね。なんかさ、本とかでさ、自分がなんか同期の中で一番下手で、なんだっけ、8人だから何人かいてさ、一番下手だったとかさ、で足も遅かったとかって僕悪いことを言ってるけどさ、岡ちゃんって割とそういう風に言いながらもさ、でもこのプレーとか見てるとそんなに変わってなくて、あのひたむきさとかさ、あの貪欲さみたいなとか諦めないっていうのはさあるよね、もともとね。まあでも嬉しいよな、そういう選手がやっぱり今でもあのスペインの今だって2部行ったってさ、最初苦労したけどやっぱなんだかんだ点取るかんな、出ればな。出れば取りますね、やっぱ常に狙ってるし準備してるしっていうのは変わんないですよね。飛んでなんだろう、本当にギリギリのとこをこう、ね、常に諦めねえで狙っていく姿勢っていうのはやっぱりすごいよね。矢島いいじゃん。いや、よくないです。
俺と一緒にやればよみたいな。そしたらもうちょっと怪我しないように使ってあげたけどな。自分のせいですね、でも全部。まあなあ、でもな。まあでもまた本当にさっきじゃないけど、あの子供たちにそういう経験とかうまくね、あの怪我しないようにとかって伝えてあげたらいいんじゃないの。なんか伊藤さんも岡崎さんへの印象を聞きたいという方がいるんで、はい、いいですか、ぜひ。はい、岡ちゃんはだから高校卒業から何年間かな、5、6年一緒にやったんですけど、でも最初はやっぱりそんなうまくなくて、うん、紅白戦やると相手のセンターハーフやったりとかしましたからね。ああ、そうなんだ。はい、でガシャガシャしました。ただその19の頃でも何ですかね、相手の背後に、ああそうだな、動き出しとかそれはうまかったんですよ。あ、ただ最初の頃はそこ背後としてボールが出てもプレーがそこからこう続いていかないというか、あそれがだんだんシュートを出るようになってドリブルするようになって、うん、なんかまたぎとかやるようになって、なんかこれどんどん上手くなるなってどうなってこちないまたぎあるよ、どうなってんだよと思って、どんどん上手くなりました。それは本当見ててはっきり分かりました。あ、伸びしろがあったんだね。それとなんか本当そうだと思います。怖がんないじゃん、あの突っ込んでくるのとかさ、はい、迫力はあります。さっきあのソガータと最初当たっちゃったのもあるけどさ、すごい悪気があるわけじゃなくて、はい、ああいうところを怖がらないでこう入っていくっていうのを、はい、相手から見たら本当に嫌だよね、あれ。多分ディフェンダーから見たら嫌だと思うよ。諦めないで最後までこう入ってくるみたいなのはね、はい、あ、だから性格がいいと思います。まあ愛されキャラだよな。はい、それが本当素晴らしいと思います、あいつは。だってさ、あの、なんつうんだろう、こう、ちょっと、バカにもなれんだよね。で、あの、はい。ヨーロッパに行ったりさ、試合見に行ったり、なんかこう、いろいろ練習見たりしてもさ、言葉通じてないのにさ、なんだか知んないけど、この、ボディーランゲージで言葉通じてないっていうかさ、多分簡単なあれなんだけど、そこで輪に入れちゃって、そういう、はい、そういうテンネットからもさ、もう、好かれちゃうみたいなさ、はい、この資格はすごいよね。すごいと思います。だからそういう凄さってさ、岡崎とか長友もそうなんだよさ、なんだか普通に入っていけちゃうみたいな、その凄さっていうのはちょっとあるかな。はい、あの香川真司みたいのはちょっとなんて言うんだろう、そこまでシャイなんだけど逆に好かれちゃうみたいな、それぞれなんか海外で成功してるやつらってやっぱりちょっと面白いっていうかな、外国人から見てもちょっと分かりやすいかもしれないな。ユンゴうまいじゃん。え？切り返しいいね、やっぱりね。このなんか切り返しはやっぱり形は持ってるよね。何点取ったの、ユンゴって今まで。50 J1 で？あ、50チョイス2とか3とか。ああ、そうか。50取ってんのはすごいね。あれ、今出たのは青山でしょ。青山どこでやってんだっけ、今。J3。どっかに来たね。タイダーから入ってきたよね。タイダーかシンガポールだか。で、去年、出たけど、ガンバで一緒にやったんですよ。ああ、そうか。はい。で、今年はあんまり出なくて、そうですね。どっか J3 どっか行きました。今鹿児島ユナイテッドですね。あ、そうだ、鹿児島だ。あ、鹿児島か。はい、青山選手は。テリさんまだ。あ、テリさん質問していいですか。あ、また、はい、ゴールしますね。これゴールします。あ、決まりました、3点目。
こういうの逃さないんだよな、鹿島ってな。そうなんすよ。アルティーニョスもそうだ。だってさ、ほぼなんだってエスパルスの方かと思うけど、この、うん、その隙逃さずこうやって入れてくっていうのは、まあ、勝ってないな、鹿島ってな。うん、あとやっぱ鹿島の強さの一つで、セットプレーがすごいですよ。うん、あ、そうだよね。はい。セットプレーが強いし、セットプレーではやられないみたいな、はい、そんな感じだよな。はい。はい。最後までやっぱり慌てないっていうかな。3-0 の内容じゃないけどね。と思いますね。で、しかもあの最初の PK が入ってなかったら多分もっと勝ちも焦ったんかもしれないね。前半 0-0 とか、ね、あの勝たなきゃなんなくて、浦和の結果もあるだろうけど。テレさん、また質問していいですか。あ、はいはい。今、岩本さんも解説でさっき言ってたんですけど、まあ、テルさんのその僕のイメージとして結構、まあ、くさびのケアというか、そのバイタルエリアをケアするっていうイメージがあるんですけど、はい、そういったところはどういった意識でプレーしてましたか。そうしたな、そう、だから一番危ないところから消していくようなイメージ、ボールホルダーが余裕があるんだったらバイタル入れたくないし、ボールホルダーがある程度規制がかかってればまた違う選択になるだろうし、まあ、ざっくり言うとそんなところですけど、あのエスパレスからあの本田拓也がチームに移籍してきたんですけど、はあはあ、本田拓也ってやってますよね、テルさん。あ、やりました、やりました。そういったところは伝授したのかと思って。伝授したとかはないけど、どうかな。見て学んだ感じなんですかね。まあ、ポジション近いから、まあ、いろいろ喋ってはいたと思うけど、そんな僕からなんかいろいろ言ったような記憶はあんまないかな。まあ、なんか、テルさんと一緒にやってたんで。ああ、はい、本田拓也は学んだのかなと思って。どうだ、まあ、あと僕はのキャラクターと、まあ、あと拓也のキャラクター、まあ、それぞれ多分キャラクターがあると思うから、まあ、できればその自分のキャラクターを生かしたようなプレイしてほしいなとは思うんだけど。戸田エスパルスにいたんだ、これ。ありました。サイドバックですね。フォワードじゃなくてサイドバックで、なんかもう勝負させるときみたいな使われ方だな。でもこれあれじゃん、矢島さん、岡ちゃん変えて矢島残してんじゃん。そうですね。それすごいことだよ。だってまあこの試合だからかしんねえけどさ、期待されてたんだね。そうですね、答えられなくて申し訳ないですね。これ原和樹もいたな、確かにな。最後の何分が出てくってやっぱりちょっと嫌な選手だよね。最後の何分っていうか、こうドリブル、まだやってる。和樹もやってるよな、どっかで。和樹はおこしやす京都にいます。あ、そうなんだ。あれ、どっかのどっかさぬき、どっかにいたよね、 J3 のどっかにはね。熊本とかさぬきとかいて。そうだよね。もうなんか覚えらんねえな、もう動きが早くて。そういう面じゃ西部もまだやってんだ、大したもんだな。え、親くんすごいっすよ。何が？何がすごい？だって本格的にキーパー始めたのはあの人、高校からっすよ。知ってるよ。だって一番最初、浦和に入ったんだもん。そうそう。俺、その時さ、浦和の、あれ、監督だったかな。まあ、なんか、だから最初入ってきて、身体能力あったね、やっぱね。あ、まあ、生意気だったしね。
そうなんですね。そうだよ。最初はな。まあ、だけど、浦和では出れなかったけどね、今までこう長くやっててくれってちょっと嬉しいよな、やっぱな。あの自分が変わった選手がね。すごい、確かに。もう40ぐらいですもんね。そうだよな。そんなに長くやるとは思わなかった。あれ、これも決められたな。ああ、俺だよ。俺か。俺みたいになってるけど。おい、でもさ、市上さん、結構やっぱり市川田のなんか右サイドどんどん出てくるから、やだはやだよね。そうですね。この時結構疲れてるんで、カズが入ってきたり、こう、戸田さんが入ってきたり。まあ、戸田はあんまり心配しなくていいけどね。いやなんかでもやっぱり、やだよね、これね。はい。積んでますか、試合経験積んでますか、高島の場合は流れが出てますけど、まあ、ずっと歴史の中では大卒なかなかこう勝ちってさ、やっぱこうやってリードした時にこう慌てずになんかこうやってリードした時にこうなんかうまく時間使うっていうのも上手だよね。これ田代のこのやっぱりバネがあるのはこうやってなんか普通の人ヘディングするようなの胸トラップは得意。得意だよな。僕、この戦でヘディングしようと思ったら、誘導さんのまま押しヘディングしてました。ああ。誘導さん胸トラップしてました。そうだよね。でもやっぱああいうヘディング強い人いるとさ、クロスなんか入れるときはさ、ある程度なんか少し余裕あるよね。ヘディング強いからなんか上げときゃなんかやってくれるみたいな思いはあるよね。そうですね。ですし、なんか後ろでこう詰まったときに、雄三さんにこう高いボールを入れておけば、なんとか収めてくれたり、そらしてくれるんで。だから、例えばこの試合で誰だっけ、控えにいたのは柳とかいたんだっけ、柳とかコロキとかいたんだよね。全然違うな、タイプな。やっぱりそれぞれ全部違うから、そういうのを合わせてこう、パスなりクロスなり入れてくっていう風になるんだろうね、やっぱね。テルいいじゃん今の。ああいうの当たりました。ちょっとああいうの説明してよ自分で。これなんか俺なんかああいうプレーはもう最高に好きだね今の三尾な。あれ開けといたのわざと。開けといたのもあるだし、なんとなく。あるよね。来そうだなと思いました。水尾だったらここ来そうだなっていうとこ開けといて、はいはい、本当ここ消したいけどちょっと開けといたよね。そしたら水尾が出てきたとこ、はい、よしみたいな感じで手足出したりそうそうそんな感じです。なんかそういうの言ってよここで。そういだけどさ、ああいう時ってなんかちょっとやってて楽しいだろ。楽しいです。楽しいよな、そういうのが楽しいなと思う。はい。だからもうそろそろコーチになってそういうのを指導した方がいいんじゃないの。そうですね。なんか指導者の資格は取ってんだっけ。あ、でも B級までは取りました。あの大丈夫、あのゴン中山も S 級取れたから。すごいです今ゴンさん一緒にやってますけど。練習やってんの。でも結構別でやることが多いんですけど。そうだよね、だって膝とか悪いんですよ。はい、はい、ただもう何ですかね、脈拍200ぐらいまで上げてやってんじゃないですか。やってんだ、それはそれで。そうだな、すごいっす、あのエネルギーは半端ないです。なんかの番組で見たけどさ、まあ番組でってゴンじゃなくて奥さんが出てる番組見てさ、はい、なんか話してたけども、もうなんでそんなにやってんのみたいに言われてるみたいに言われたけど、まあそうだよなって思うよね。もう本当に刺激は、はい、刺激はすごい受けてると思います。若い選手とか。はい。ああ。
すごいよな、そこまでこうエネルギーをこうずっと持てる。すごいです。うん、はい。じゃあ、ゴンとテルでやればいいじゃん、監督とかコーチとか。今度はめちゃくちゃになりますね、多分。え、なんで何まとまらないじゃないですか。あのね、大丈夫。意外と監督とかコーチが適当だと選手がちゃんとするから。ああ、なるほど。もうどういうふうに考えてもいいよ。もう監督とかしっかりちゃうと選手はもうあの言われたことになるかもしれないけど、もう例えばさ、じゃあ、まあ分かんないよ、ゴンとかでもお前らで行けみたいに言われたときにさ、その方が選手たちが考え、うん、確かにいいことやるかもしれないじゃん。考えますね。うん。俺なんか選手のとあ、選手じゃない、監督の時もうなんかいろいろ言うより、もう自分らで考えてやれって言うと、お前らの責任ねみたいに思ってやった時はそれに使えてる。そうするとほら、選手も人のせいにできないじゃん。ああ、そうするとさ、ちゃんと考えて、あの、例えばコーナーキックの立場じゃないけどさ、守備で、やられちゃうことが多いとさ、なんて言うんだろう、コーナーキックの守備ばっかりやる監督さんもいるじゃん、そうなると。はい、で、俺もそれ、ある時ね、それやめたの。もう今度攻撃しかしない。もう攻撃しかしないって、コーナーキックとかフリーキックは。そしたら自然とみんな攻撃の方に頭がいって、守備で、ああ、なんとかなんだなって思ってやった時もあるしな。あ、で俺覚えてるけど、なんかこの頃なんか FC 東京って足速い選手はいたんだけど、ヘディング強い選手があんまりいないから、もう速い選手を3人残しとくっていう作戦してみた。そしたら失点が減ったしな。あ、だから3人残して次4人残したら相手どうなんだろうとかいろいろやってみたんだけど、3人以上残すとあんまり向こうもあんま変わんないから、やっても意味ねえんだなとかいろいろ考えながらやってみた。あ、まあ、だからさ、テルドは早くなった方がいいと思うよ。そうっすかね。ねえ、まあそう、コーチもできんじゃないのって、ゴンとかと、まあ、まあ、ゴンがコーチでいいか。はい、テルが監督やね。でも、何にも喋んない監督になりますけどね。だから、でいいんだよ。今日思ってたより喋ってる。今日思ってたより喋ってる。驚いた。だから、喋んない方がいいよ。喋んなくて、あの、ニコって笑ってるよ。それか、あの、ケンタみたいな。そういった選手たちが考えるから。そうですね、うん。いろんな監督がいていいと思いましたもんね。いや、そうだよ、そうだよ。うん、そうだと思うよ、うん。そんだけ経験してる人は、なかなかいないし、監督もやりにくいから、だから監督になっちゃった方がいいと思う。おい、近しは起きてんの？見てました、すみません。増田さんに質問が来ていまして、はい、あの鹿島と清水両方経験してるじゃないですか、はい、そのチームの雰囲気とか違いはありますかっていうのを来てます。あれ清水もいたっけ。あ、いました、いました、両方。なんかさ、俺の記憶、韓国行ってきたら、はい、大宮に来た時あったよね。あ、そうです、はいはい、大宮もいました。いろいろ言ってからちょっと、あの、記憶が追いついてない。清水もいたんか。清水、そうです。山形もいました。山形、大宮、清水ですね。はい。どうなの？違いはある？あるよな。厳しさはやっぱり違うのかなと感じてましたね。鹿島ほど厳しいチームはなかったかなと思いますね。エスパルスに行った時に、はい、誰だったの？小林慎二監督です、ね。ああ、そうか。ああ、そうか。はい、厳しさってどの辺が違うんですか？どういう厳しさなんですか？厳しさ、もう練習が試合よりも厳しいっていう感じですかね。練習が楽、あの試合が楽になるぐらい。それはだから例えば試合形式だけじゃなくて、さっき言ったように1対1だったりの練習とか2対2とか3対3とかそういうのやったとしても、そういうのも厳しいっていうことだよね。もうそうですね、はい、全て。あとはもうシンプルに紅白戦とかもそうですね、試合よりも試合みたいな感じでしたね。ああ、
あれ、西田いたんだっけこの時。さん、この年来たんだ。確か。あ、来たんだ。来たんこの時に西田って何海外から帰ってきたんだっけどうしたんだっけいや、セレッソから来たんじゃないですか。セレッソからじゃないですか。セレッソからか。ああ、そうだったね。おわ。やっぱりああいうリスタートとかさ、リスタートの崩れから取るのは圧倒的に多いよね、鹿島ってね、チャンス。鹿島は。ね、はい。ね。大山さん、どんな感じだったの選手の時は。青木にしか言えないだろ。青さんは、まあ、兄貴派だというか。ああ、そうだよね、はい、で厳しさもありました。練習中のコーチングとかがもう言うことははっきり言いますし、うん、まあ、要求もすごく高かったですし、まあ、郷さんもそのジュビロから移籍してきて、まあ、日本代表にも入ってましたし、やっぱりそのプレーの基準っていうのがかなり厳しいものを持っていたので、後ろからのコーチングっていうのはすごく、まあ、的確でしたし、まあ、時には厳しさもありましたし、ただそれはピッチ内の中でのことであって、ピッチ離れれば本当に兄貴肌というか面倒見もすごく良かったですし、まあ、すごく慕われるような。なんか大岩と岩政だと指示は多そうだな、はい、指示は指示が多い指示がなんかいっぱい出てくるから楽っちゃ楽なんだろうね。そうですね、その 声で守れるというか。そうだよね、声で前の選手を動かして、うん、守備をしっかり整えるとかそういったところの特徴はあったと思います。あったね。シーズンから鹿島は連発ですけれども、翌シーズンあたりからさらに誰かからもつけて9年には、まあ、変わってくる。今シーズンも 1回首位に立ちましたから、シーズン争う相手として僕は出場してしまうか、はい。今矢島さんに質問来ていて、はい、早稲田一般で入部したと聞いてますが、一般生って入部テストあったんですかと。あ、ありましたね。僕だから、ちゃんと入部して練習したの、6月か7月ぐらいなんですよね。それまで、走りのテストに受からなくて。なんかあったな、昔な、その走りのテストみたいな。これをクリアできないと入部できないみたいな。最初行って走りのテストあって、落ちて、うん、そっから、2、3ヶ月はボール拾ってました。あ、だから最初の関東リーグの前期とかはボールボーイしてましたね。そうなんだ。はい。推薦じゃなく、あ、推薦ってあったの？推薦もあったか。推薦はでも僕らの年は徳永だけでしたね。一人とか、徳永雄平と一緒か。そうです。あ、 あと自己推薦とかのやつはいたけど、僕、実績なかったので、全国大会ベスト8とかが必要な推薦があって、それでちらほら、何人かいましたけど。ああ。今のテレのシュート？
ヘルさんですね。そうみたいですね。シュート下手だな。抑えてよ。テルってさ、点取った。点何点取った、はい、どうかな、わかんないっす。すごいいっぱいは取ってないよね。うわ、取ってないです。ブラジル戦だけかもしんない。なんか記憶ありますけどね。思い出せんけど。ある？あるな。はい。俺2010年だから山形にホームで決めたの覚えてますけどね。ああ、るね。あるね。ありますよね。開幕戦かなんか？あ、そうそう。開幕か、2試合ホームで開幕か。最後に途中交代出てきて点取ったやつかな。あ、そう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 。ああ、あったあった。ちょうど、相手の股がなんかスライディングしてきたところ、足また低くニヤに打ったやつとか。あったな。それ途中交代で出たの？そうっす。最後多分10分とか5分とか。あ、なんかあれでしょ、ずーっと出たのに、スタメンじゃなくて、その試合は途中から出たの？そんな感じ？そう、でもそのシーズンが、そういう使われ方が多かったかな。あ、なんかでもなんか印象にあるわ、それ。なんとなく印象にある。伊藤さん、J1 で30点取ってますね。あ、30点。はい、リーグカップだと3点。取ってるね。30点ってどうなんですか、多い方ですか、少ないですか。あ、ポジションによるからね。矢島なんて、ね、矢島。僕もそれぐらいじゃないですかね。全然取ってないですよ。なんかさ、取ってないんだけど、取るときはさ、華々しいの取んだよな、結構な。カッターで1点取ったりとかな。だから、ね、インパクトが強いんだけどさ。これ誰でってくるの？コオロキですね。コオロキだ。この時心臓は若い。心臓はまだ2年目か3年目ぐらい。まあでも心臓もあれだよね。よく頑張ってるとか、まあ、もう本当にコンスタントに点取ってんね。すごいね。うん、まあ、勝ちまではもちろんだったけど、浦和行ってもずーっとあの、なんか波がないっていうか、コンスタントに2桁以上取るってすごいことだよね。うん、お？これ決めないの？どうやった？ちょっと1点ぐらいは決めてよ。全然覚えてない。ああ、そう。なんかフリーキック蹴る人ってさ、これはいけんじゃねえかみたいにひらめくときあんの？この角度とか雰囲気とか。あ、入るなっていうのは、入るときは思うときあるでしょ。でもいつも思ってるけど入んないんじゃなくて、なんかいきそうだみたいに思うときはあるんだよね、その角度とか雰囲気とか、はい、距離とか。ありますあります。あるんだろうな。だ、順子なんて点だけじゃなくてアシストとか多いでしょ？あの、フリーキックとかコーナーキックとか。そうですね。蹴らしてもらってたんで。ああ。はい。多分それな、そこそこあるんじゃないかなと思います。ああ、あるよね。ああいうのって記録に残ってないんだっけ？何アシストは残ってないか、得点だっけか。ああ、どうなんですかね。公式記録の情報は得点だけなんかね。そうですね。なんかアシストもつけたいよな。なんか その方が選手の特徴出たりするけど、うん、でもどこまではアシストだみたいなのが難しいから、ね、コーナーキックとフリーキックやってるけど。いや、矢島さん38点取ってますね、J1 で。ああ、少ないですね。何試合？ 176 です。ああ、だけど矢島ってさ、あれなんだよ。スタメンばっかじゃないから、出場時間で言ったら結構取ってっかもしれないな、それは。そうじゃない？そんなことない？
どうなんですかね。もう覚えたけど、もっと出たかったですね。まあな。そりゃそうだ。俺もっと見たかったもん。純吾ってさ、はい、ほら、左サイドやることもあるし、右サイドやることもあったじゃない、そのいろんなシステムは別にさ、はい、どっちでも大丈夫？どっちが好きとかあんの？やっぱり右サイドの方が楽は 楽というか、あの、こう相手のラインを背負ってこうもらえるから、はい、左サイドだとどうしても、右足が使えないから、縦に行くしかないみたいな感じになる。はい、そうか。でも右サイドやって縦に抜いた時の右足でクロス上げなきゃいけない時はちょっと速いボールは絶対蹴れなかったですね。蹴れないよな。それで右足で蹴るか、蹴り返すんだろ。蹴り返すか、もうちょーんって雰囲気で上げるか。そうだね、ちょーんってやつな。はい、やっぱりあれなの、岡ちゃんとか、じゃあ矢島だったら矢島に対するこのボールとか、岡ちゃんだったらこんなボールが得意だろうみたいなのは考えて入れるわけか。フリーキック、あのフリーキックはもちろんだけど、流れの中とか。そうですね、矢島だったらある程度高いボール、でも、うん、体育時間、まあ岡だったら点で合わせるも、はい、頭で言ってくれるだろうなっていう。この時ジェジンがいたからね、多分。ああ、そっか。誰がいた？チョジェジン。チョジェジンいたんだっけ？この試合はいなかったの？もう順子からジェジンっていうのはすげえあった記憶があるな。ああ、いたなあ。あったね、そうだね。セットプレーとかもそうだったし。結構チェジンの。いや、うまかったっすよ。大きいけど、なんかこう割とゆったりしてるし、テクニックもあったよね。はい。懐かしいな。懐かしいな。なんかそのジェジン選手についての質問が来ていて、2007年のダービーのジェジン選手への伝説的なアシストは打ち合わせあったんですかっていうちょっとマニアックな質問が来てるんですけど、わかりますか？なんだっけ？どういうボレーのやつですか？だと思います。ちょっと大きいの。ダービー、2007年ダービー最後のやつか。いや、なんかあれ、エコパのやつですよね。だとヘディングで決めたやつかな。ちょっとこの質問した方が答えていく。 はい、なんかその、ま、セットプレーの時に交代でアキさんが入ったんですよ。で、その要はストーンにいる人がアキさんのマークついて、吉勝さんの前がガラガラ空いてたんですよ。ああ。だからなんか、大きいメンバー、和道くんとか、アキさん、チェジンとかいたけど、うん、そこに速いボール蹴ったら事故で入ったりすんのかなと思って、で、中見ながら助走したら、チェジンが一番最初に来たんで、低くて速いボール蹴ったら、決めてくれたみたいな感じですね。そういうのってさ、一応ある程度決まり事はあるじゃない、フリーキックとかコーナーキックって。だけどこう、はい、結構こう状況がほら相手のマークの仕方とかどこか空いてるとかって割とこう助走してる最後の一歩ぐらいの前ぐらいであって思ってる、その変えたりここって言ったりするの。そうですね、助走しながら変えたり、助走してみながらこう、まあ、そこまでボールをしっかり見ないでもうある程度蹴れるっていう自信もあったし蹴ってたんで、まあその時はチェジンとも目が合って、目が合う時あるよな。その俺は受ける方だったけどさ、あ来るなとかさ、なんか本当になんか
俺の場合だと昔の代表で言えばほら木村和志とかさ、ああいうやつってさ、ああこうだなと思って目が合うとピュッてボールが来るとかね、そういうそういうのあるよね、なんかね目が合うみたいな。そうそう、なんかもうチェジンにこう出せって言われたみたいな感覚でした。あのね、お遠藤も負けやな、まだな。あ、赤いね。1年目だ。そうか。コロキも若いけど、心臓も若い。ああ、13年前だからみんな若いか。こだまってまだプレーやってる？新田くんはガンバでコーチやってます。あ、コーチやってんだ。はい。あ、そうか。そうだ、新田っつったな、名前な。はい。これって他会場の情報って入ってたんですか、鹿島のチームには。入ってなかったですね。入れなかったんでしょ、わざと。 あえて入れてなかったと思います。自分たちがやることに集中しましたね。浦和が勝っちゃったらダメだったんだよね。そうですね、はい、うん、横浜市のねじめ慎吾さんのゴールですもんね。え、誰？あの浦和の優勝を止めたっていう横浜市のねじめ慎吾のゴールです。ねじめいたなあ。あー、そうだった、思い出した。もう横浜市はもうだってあれなんだろう、降格決まっちゃった方がのびのびやれたりするんだよやれたりっていうか、もうほら結構しょってるものないからっていうのあったりするからね、不思議だよね。この年の途中でですから発見が変わってるんですね。前年まではレフがやはり強くて、この年も AC リーグ取りましたから。ちなみにどうでもいい話ですけど、僕の幼なじみなんですね、じめは。どこでの？どこ？え、小学校？小学校ですね、地元が一緒なんですよ。え、ねじめってさ、はい、ベルディじゃないの？そうです、ベルディ。小学校の途中でベルディに入りましたね。あ、そうなんだ。そうなんですよ。やっぱうまかった？いやー、もうめちゃくちゃうまいですね。アンダーにも入ってましたからね、代表のキャプテンとかで。ああ、入ってた。俺一緒にやってますよ、アンダー16、7で。誰？あの、田島さんがまだ監督で。ああ、あの時か。あの時入ったっけね。はい、ああ。トリニダード・トバコでワールドカップやって。あったね、なんかね。俺なんかそれ日本で解説してたような気がするな。あ、本当ですか。うん。そうか。そのメンバーか。はい。ねじめ。でも近いしの方がうまかったよな。え？え、この時はさ、近いしは控えに入ってたけど出なかったの？出ないですね。もう3人変わりましたもんね、今。変わったもんね。はい。僕らなんで呼ばれたんですかね。いいんだよ。あの、イケメン枠で呼んだの。はい。まあ、普通に、はい、楽しませていただきました。そうそう、いいんだよ、それで。全然いいの。だって、久しく見てなかったからな。まだ韓国にいるのって思ってたから。あ、はい。そうですね、韓国と、まあ、僕 UAE も行きましたけど。あ、そうらしいな。日本いなかったですかね、最後の方は。そうだよね。はい。帰ってきて、あ、デーリーグとかそういう時も見てたの？チェックはしてたの？デーリーグ、いや、まあ見れないか。あの、ハイライトだけは見てました。あ、ハイライトとかぐらいか。はいはい、UAE はどうなんだよ、UAE は。どうだったの、レベルは。いやー、緩いかもしれないですね、やっぱり。日本より暑いから、全然できないよね。そうですね、はい。日本の夏ぐらいの、そうだよね、リズムですかね。はい。あ、昼なんかなかなかできないし、なんか向こうの人の生活って夜になったら、夜になって動き出してなんかするけどさ、昼なんか動けないの。感だよね。昼はもう出たらダメですね。もうそうだよな。大変危ないよな。子供、はい、子供たちも本当10時11時とかに普通に出てますよ、外に。あ、
そうだね。あ、今試合終了しましたね。あ、これでもう分かったんだけど、分かってんだな、これは。だ両方、まあ当然電話だったり、当時でも何度かスカパーでこう見てるっていう感じやな。なこの後なんか全然決まってなかった。まだ決まってない。それ見た気がする。だけど、こんだけ喜んだらもう出たんじゃないの、これ。いや、まだ終わってなかったんですよ。はい、ああ、試合が、あ、引き分けだったら、浦和だって負けたんでしょ。浦和の方が終わってなかったんですけど、監督がああやって喜んで飛び出してきたんで、もう、ああ、そういうことかなと思ったんですけど、なんか、大型的にこの後打てるんですよね。あ、そうなんだ。でも監督の姿を見てこうなってるんだと思います。そうなんだ。監督があれだったらそうなりますよね。もう決まったと思っちゃうね。あ、ここで完全に分かったわけか。そのタイミングでこれ小沢じゃん、小沢。小沢も分けえな。ああ。小沢さん、懐かしい。青木泣いてんじゃん。はい。まあ嬉しいよな、やっぱな、優勝はな。復刊だったんだ、これで。青木、わけな。ああ。トーマのゴールですね。トーマいたないかな。みんな泣いてますね。まあやっぱりあれなんじゃない、こうだいぶ最初のスタートが悪かったし、一時期浦和とかなり離されちゃったからね。そういうのもあんだろうな。チームメイトの姿を見て思わずもらいたい。長いね、応用が。長いですね、これ。なんかさ、またこう言っちゃうとあれだね。あ、小笠原？本当にここにいるみんなで勝ち取ったものがあり、ピッチで戦っている人と、ここにいるスタジアムに来ての人、取らせてもらった優勝だと思います。これまで9個のタイトルも経験しています。これまでの9つとこのタイトル、気持ちの上で違いは何かありますか？やはり何年か苦しんで取った優勝なんで、すごく苦しいです。左の腕にはキャプテンマークが輝いていますが、イタリアから戻ってきてチームにどんな意識でどういうまとめ方をしたんでしょうか？本当のキャプテン柳澤さんで、この人も出れないとき一生懸命頑張って、自分も一生懸命チームのためにというのを持ってやって、でみんなもそういう意識でやってくれた結果だったので良かったと思います。アントラーズの小笠原選手に聞きました。ありがとうございました。放送席、そして場内の皆様、今度は向山選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。いや、嬉しいです。高い場の途中経過
は全く知らされてなかったんでしょう。全く知らなかったです。その中でやるっていうのも結構やりづらかったですけど、見入っちゃいますね、やっぱ。見入っちゃっていいんだよ。これはここ、あ、ここは黙ってなくていいの？いや、聞きたいですね、ここは。そうなんね。はい。優勝のコメントなんで。決まった瞬間、どんな気持ちだったでしょうか？いや、ちょっと分かんなかったんですけど、ベンチが叫んでくれたんで、あかなと思いながら。この試合で、点を決めることができて、すごく思うし、君の歴史で、このタイトルが2002年のナビスコカップ以来この時10冠なんですか、鹿島は。10巻なんじゃない？ 10 巻って出てる。はい、10巻ですね。思います。10巻。そして、リーグ9番の9連勝。何がこの9連勝なのか。仲間、選手みんな、あとサポーター、みんな、信じてくれたおかげだと思います。本当ありがとうございました。最高の名言ってみんな言ってますね。あれ？これ青木何？このお子さん？あ、どうです。もう大きくなってんだろ今。え？もう大きいですね。え、今何歳？なってんの？なったんで。お。もう。高校入学ですね、上の子は。おー、そうか。こんなちっちゃかったのに、そうか。はい、こうやってなんか優勝して、子供とか連れてくれるときが一番やっぱ嬉しいよな。そうですね、やっぱみんな喜んでくれるんで、それが一番だと思いますね。ああ。しかしいるじゃん。なんとか、映ってましたね。映ったね。はい。あ、終わりか。これで終わり？はい、はい、これでダゾーンの配信が終了となりました。なんかあれだね、本当に 3-0 っていう試合じゃないけど、勝ちっぱなしって勝ちっぱなしいな。ねえ、でも、あれじゃない？やっぱり、それが鹿島っていうのもあるし、なんだろう、皆さんの、あの、近々は見れなかったけどさ、皆さんのプレーが見れてよかったよ。ね、なんか懐かしい感じだな。懐かしいっすね。めっちゃ分かった、そんな。うん。なんかこういう、状況でもなきゃここまで振り返んないからね、普通ね。だからそれはまあちょっと感謝してるとこあるんだけど、まあ皆さんも今結構それぞれまだ選手やってたり、あのまだいろいろ順号みたいに決まってなかったりするだろうけど、まあ大変な時期だけど元気でいきましょう、それぞれね、はい、いつかはこう、はい、あの収まっていくだろうし、どっかではこういうコロナみたいなと付き合っていかなきゃいけないんだろうけど、今はねちょっと我慢しなくちゃいけなくて、でもこれがいつかのタイミングでは必ずまたなんかこうサッカー見たいっていう思いもあるだろうし、あの外に出て生活できるような環境にまた戻っていくはずだと思うんで、まあ今大変だけどな、誰も経験したことない感じだから、あのそれぞれにねいろんな思いがあるだろうけど、まあ、でもこういうのがあるからみんなと会えてちょっとよかったな。なんか懐かしくてな。うん、なんか会えねえからな、今スタジアムで会えねえしさ。あの、うん、ただなんかみんながこうそれぞれの今場所でさ、また活躍してくれてるのをこう見るのが一番、俺も楽しいんで。まあ、テルがこんなに喋ってくれると思わなかった。それがちょっとよかったよ、今日。
原さん、皆さんから一言ずついただいてもいいですか。あ、そうなの。じゃあテルから言ってよ。で、あのテルからどうでした今日は。いや、楽しかったです。僕こういう経験今までないんで、うん、非常に楽しかったと思います。テルが入れるかどうかって、俺は入れないんじゃないかって言ってたんだけど、入れてよかったね。よかった。僕も正直最初焦りました。じゃあ頑張ってな、まだ選手、現役選手頑張ってね。はい、頑張ります。はい、じゃあ石上とのなんだ、石上からじゃあお願いします。石上も、僕はもう本当にこういうところで話させてもらえるような選手じゃなかったんで、まあ、たまたまこの試合にスタメンで出れて、こういう機会がもらえたので、すごいありがたいです。で、こういうふうに配信できてすごい楽しかったです。うん、いろいろ宣伝もさせてもらえたのでありがたいです。ありがとうございました。小川監督によろしくね。はい、伝えておきます。それが言ってたって言っといて。伝えておきます。はい。じゃあ、青木。はい。今日は本当に呼んでいただいて、すごく嬉しかったです。うん、今、本当に大変な状況だと思うんですけど、また、今日も試合を見て、サッカーっていうのは本当にみんなに勇気を与えるものなんだなっていうのをすごく実感したので、また、この状況が落ち着いたら、サッカーを通して、皆さんの役に立てるようにやっていきたいと思います。南葛頑張ってよ。はい、上にタックリングに行ってよ、ね。はい、ガンちゃんによろしくな、ガンちゃんに。はい、はい、じゃあ矢島。はい、今日はありがとうございました。はい、本当に楽しかったですね。やっぱ毎日サッカー見てたのがなかなか、毎日は見なくなってきたんですけど、こうやってね、改めて何年も前の試合見てもやっぱ楽しめるし、そうだね、今だぞ見たらね、古い試合で面白そうな試合いっぱいあるんで、これから毎日またサッカー見ようかなと思ってます。やっぱり、スタジアムのああいう雰囲気また味わえるのをみんな、楽しみにして、でここにいる選手もね、今日喋れてよかったですし、現役の選手はまだまだ頑張ってください。ありがとうございました。あの若い選手たち練習できるようになったらさ、あの、はい、矢島のそういう経験をいろいろ伝えてあげてね。はい、はい。お、しかし一個韓国の話あんま聞けなかったな。いや絶対興味ない。どうなんだ、はい、あの今日出て。あ、はい、今日非常に、楽しませていただきましたし、皆さんと話できて本当に良かったと思います。まあ、こういうふうに、過去の試合っていうのを当時の対戦相手の方々と語りながら見れるっていうのは、また新しいサッカーを楽しめるような、一つのものになっていってもらえればいいかなと。でまたこういう企画に僕が試合に出てるようなもので参加できたらなと思います。そうだな、今度はそれでやろう。お願いします。はい、じゃあ頑張ってね、元気でね。ありがとうございました。じゃあ順子だな、はい、最後順子だな。はいはい、いや今日はありがとうございました。はい、まあ、久々に顔を見る人もいるし、初めてこうやって顔合わせて喋りながら試合見るっていうのも新鮮ですごい楽しかったですし、まあ、昔の試合を、あ、自分ってこんなだったんだっていうのもまた一つ気づけたし、うん、でもなんか本当に、まあ、今近しが言いましたけど、こういう見方をもっとこれからも増えて、こういうのはやっていけたらすごい楽しいなと思いました。本当に今日はありがとうございました。はい、もうあれだね、本当に皆さんに感謝で、なんか皆さんがさ、こうやってそれぞれのところで頑張ってくれてるし、まだまだこれからのサッカー界のね、みんながまたそれぞれの立場で盛り上げてよろしくね。ね、まあどうだったんだろうね、これ見てくれた人結構いるのかな。まあ、テルがやってくれたから結構いるんじゃないか。おテル、テル監督よろしくね。あの、ゴンはコーチでいいわ。
まあ、選手でまあ頑張ってもらってさ、そういうのも試合に、はい、でもさ、せっかくこの仲間だからさ、またなんかこういうメンバーでやりますかね、あのなんか、はい、サッカー見ながらとかさ、あるいはなんだろう、こうそれぞれの立場でなんかこういうのができないかとかさ、そういう意見も皆さんもあったらさ、あの一緒になってこう日本のサッカー界とかスポーツ界良くていくとかね、そういうことを一緒にやりましょう。遠慮なく言って、あの LINE 繋がったしな、 LINE 繋がったんでそれで何かあればいいって、ね、LINE 仲間なんでな。はい、ということで、あ、ね、はい、本当におかげさまで楽しく、あの J リーグ今やってないけどやってるような雰囲気で、あの楽しめたんでありがとうございます。助かります。はい、はい、で原さんと一緒にお家で J リーグの第3弾ですね、そろそろ、あ、もう9時なのでお別れとなります。はい、はい、ありがとうございます。ゲストの皆さん本当にありがとうございました。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 視聴者の皆さんもありがとうございました。はい、じゃあね、さよなら。はい、さよなら。さよなら。